ぐらいかあ,あ,あ,りがとうありがとうございます。もうであの、その人たちだったらお分かりいただけるかと思うんですけど、あのこのイベントって、えー、と普通のちょっとあのアイドルイベントと違うことをやりたいということで、すみませんあの、申し遅れました、私あの、アイドル現場に通い続けて25年、えー、本当なんです、もともと初期の東京パフォーマンスドールのファンクラブも入っておりました。はい そうなんですよあの篠原涼子とか新宿で歩いてるところを見かけてたりとかですねえあのあ僕は日本放送というラジオ局のアナウンサーなんですけどえ高校生の時に穴井優子の出待ちを日本放送でしたことがありますはい <laughs> そういうアナウンサーなんですがあのアイドル現場に通い始めて25年どうも今日の司会そして企画その他ほぼほぼ自分でやっておりますえ吉田ひたありと申します。ありがとうございますありがとうございます、はい、ねそうねそ おそらくこのごぼうと言ってくれてるのはあのこうロッカ・ジャポニカの周りのスタダ系の方々ですよね、あの桃黒ももクロもこういう人間なんで、かなり初期からお付き合いがあってであの僕のことを高木れにちゃんが見た瞬間にごぼうと呼んだから僕はごぼうと一部のアイドル現場で呼んでいただいてるわけですけども、そんなねアイドルファンとしてすっごい昔から思ってたのがあのこうアイドルのトーク番組で僕、イベントとか行っても MC 超楽しみなんですよ。 MC とかもうめちゃめちゃ見たいタイプだったりするんですけど意外にあのこうアイドルがトークをやるとなるとあのそれがいけないってわけでも必ずしもないんですけどなんかこう芸人さんが出てきたアイドルになんか,あなんかモノマネとかやってつまんないみたいなやつとかあるじゃないですかあるでしょなんかこう辛いものを食べさせてそのリアクションを楽しむみたいなとかやるじゃないですかもうあれを見ているたびにもう絶対嫌だって思ってたんですよあのそういうタイプのアイドルファンの方少なくないですよね ていうか今日それが分かっていただきたいというふうにあ拍手までしていただいている方あのこのイベントもうすでに分かったのがみんな結構真面目なんで静かになりがちなの分かったのでそういうのなんかリアクションとかあったらばんばん返していただくとあの彼女たちがやりやすかったりしますので,、はいでえーまあ、そういうふうに思って,てであのそてのポニーキャンアイドルクラブってもともとポニーキャニオンさんのこうアイドル中心にやるニコ生やろうって言った時にまに、あ、ここにあのいるスタッフの笹沼さんと2人でああいうの絶対嫌だよねと。 ええ、もう墓の中身は何だろうねって言った時に中に気持ち悪いものが入ってるのとか嫌じゃないですかもう僕らはもう中に入れときたいのはチータンのぬいいぐるみとか入れたいわけですよ、ええ、そういう優しく緩やかにニコッとしたそういうあのトークイベントをやりたいトーク番組やりたいと思ってで、あのーまあ、やってたら一部こう番組推しの方も残っていただいたように、あのー、そういうのを復活してほしいという 気持ちが一部機運がありましてで自分たちでもやりたかったんでいろいろニコラマとか復活の方考えたんですけど最終的にロフトナインさんでイベントにしてやると、えー、もしかしたらあの予算とか取らなくてもできるかもしれないということで今回ロフトナインさんにご協力いただいて渋谷ロフトナインアイドルクラブとして復活させていただけることになりました。あありりががととううごござざいいまます。ありがとうございます。ね あの、もうめちゃめちゃね、今までポニーキャンのーさんに協力していただいてやったニコ生、一つだけ欠点があって、えポニーキャンのアイドルしか呼べないという当然の縛りをえ、今回外しまして、めちゃめちゃ広くいろんなところに声をかけさせていただいて、まず他ではありえない並びが実現して、 いいいるととうことでございまして変な組み合わせも今日は楽しんでいただきたいと思いますがで、まあ、こういうイベントですけどもちろんなんですけどあのこう撮影、えー、録音とかは申し訳ないんですけどあのできませんというのが、まあ、まずありましてであともう一つあの今回の運営なんですが、えー、完全に皆さんの飲み食べによ、えー、って成り立っています。わかかりますか あの僕らの,あのギャラ基本的にもらってませんけどもあの今回にかかる運営費用とかに関して引いた上でマジで迷路会計でアイドルに全部還元しようと思いますので何かあったらバンバン飲み物食べ物頼んでいただいてもよろしいでしょうか、はい、そうしていただけると、えー、今のところ2月3月4月までは日程取ってありますロフトラインさんのここまでは僕らが辛くても赤字でもやりますただ、えー、今日やってみてすげえつれとなったら4月にすっぱりやめますんで あの続くかどうかは皆様のリアクションにかかっておりますので、すいませんが、あのできればちょっと財布の紐満、緩めでお付き合いいただけると嬉しいなというふうに思っております。でああ、と一応もう配信始ままってますあいけてすける あ、いけるあいうなっりがとうございますあの配信もやってたりしますので皆様が一瞬映り込んじゃったりする可能性がありますえ平日のこの時間なのでなんでか分かんないけど部長今日早く帰ったねって人いるかもしれませんが映っちゃってもそれはそういうもんだとあの親しみやすい部長に明日から生まれ変わっていただければいいかと思いますのでえゆるりとお付き合いいただきたいというふうに思っておりますじゃあいいですかねじゃあここからはあの僕も,も自分 なんですかこんなに散々いろんな仕事してるのにちょっと緊張しましたもん今日ここに出てくるの、えー、そう考えたらここに出てくる子たちがどれだけ緊張してるかというのがあると思いますねよろしいでしょうかみんな頭のいい人にの前に出るときって緊張するじゃないですかバカの前に出ていくのが一番楽ですよねよろしいですか、えー、皆さんじゃあなるべくちょっとあの知能指数を下げてお迎えいただきたいと思いますそれでは出演アイドルの皆さん一斉にどうぞ ありがとうございます、ね、えもう座っちゃっていいですよ。もうよっ。あどうぞどうぞ、あの、この権田さんがこの座りようでしょ。いや、だから座っていいんですよ。いやこ、これはこれは権田さんが正しい。ね、え、あのみんなここはすげえ楽して構わないので、えー、楽に座っていただきたいと思います。よろしいでしょうか。あいいですね。もうばんばん手とか振っていただいて構いませんが、さて、ね、じゃあそれでは、まあ、え、きょうのアイドルの皆さんに、まず。 あの自己紹介はさすがにしていただいた方がいいと思うので一言ずつ座り順に自己紹介していただきたいと思いますなかなかないよねみんなもアイドル現場で握手会とかで会うことはあっても握手会の時にフォーク片手ってことはなかなかないですよねえ今日それぐらいのつもりで大丈夫ですの、ね、でじゃあ権田さんから自己紹介をお願いしていいですかはいアンジュライブの権田つみですよろしくお願いします ポニキャンアイドルクラブから続投でおそらく歴史上最も自由なアイドルの一人だと思って今日来ていただいている、はい、さあそしてお隣お願いいたしますはいイコールラブの野口いおですよろしくお願いしますよろしくお願いしますすごいなあの野口さんずいぶん後から発表したのにすでにいおって声が飛ぶぐらいは集まってるんですね素晴らしいワンマンお疲れ様でございましたはいじゃあそしてありがとう <laughs> なるほどえじゃあそれじゃあお願いあのすみませんすみませんあの明らかにプレッシャーかかっちゃってるんで <laughs> <laughs> あのもう、まあ、ちょっと緩めになんとなくあのほらほらさっきも言ったじゃないあのバカって言ってもピンチ気方向のバカじゃなくて <laughs> 大人になっても現場来ちゃう方向のバカになっていただいて <laughs> じゃあすみませんあのお願いしますはい、はい、AKB48 チーム m 4の稲垣かおりですはいよろしくお願いしますありがとうございます さあそれじゃあ続きましてお隣お願いいたしますはい、絶対直球女子プレイボールズ背番号7番の松井奈々ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はいはい、あの僕、今でも現場バリバリ通ってるんですけど今現場行ってて一番笑いが止まらないのがプレイボールズなんで <laughs> <laughs> <laughs>、えー、来て欲しくて来ていただいている松井さんよろしくお願いいします,ますお願いします、はい、<laughs> じゃあ,あの、の座り順で一人ずつお願いいたします はいあ、でも同時にやっていいですよ今あ、今<は>あ、じゃあちょっと明らかにそれやりたかったごめん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 ごめ、うんうはい、お願いします <laughs> 私たち、あなたと生きる学習長ロッカジャパニカの髪にも抜かれるのんびりや高市ホトンはい、ダンスは切れるが頭は切れないロカちゃんの最年少、平瀬美里ですよろしくお願いしますしすごい <laughs> そう なかなかねあの普段ない感じのこうリアクションもちょっと新鮮じゃないですか今の頭が頭はそれほどでもないみたいなことを言った瞬間に若干もうあの定番じゃなかった人から笑いがかすかに漏れかけましたね分かのグループのファンの人とかって初めて聞くとそうだと思うんですよ多分そうなんの辺のことも今日は含めて皆さんにお付き合いいただきたいというふうに思っておりましてじゃあそれじゃあ、えっと、このメンバーで今日はお送りいたしますよろしくお願いいたします。はい でお願いがまずありまして、えっとそこに今日のあの皆様のドリンクメニューがあるんで、うん、ドリンクメニュー頼んでいただいて、<ー>乾杯からイベント始めたいと思ます。<ー>やったー<で>すごーい。え<っ>、そう乾杯かだからあの皆さんも乾杯あのご賞味いただきたい方とかもう全然オーダーしていただいて大丈夫ですんで。えー、あれだよね、本当はみんな飲みながらやりたくなる空気よねこれね。うん、わかるんだけど。 あのまだこのイベントの信頼一回目なんで全然成立してないんであの危ない人が来ないなって分かったらあのお酒飲まないですお酒飲んでも行けるイベントができるかもしれないんでええあのぜひ行儀よく過ごしてくださいお願いいたしますじゃあオーダー決まりましたもうそのままマイク通して言っていただいちゃって大丈夫なんじゃえっ、ー、とゴンダさんから行けますブラックハーブティーの焼きリンゴで ブラッドハーブティーの焼きリング。ブラックハーブティー焼きリングお願いします。お願いします。いきなり余裕のある頼み方しましたね。じゃあ野口さんお願いします。はい、あのミネラルウォーターお願いします。え、なんか苦手なものとかあるの？あえ、全然あのおおみお水が伸びたかった。はい、じゃあ稲垣さんどうですか？えっと、メんメロンソーダで。あ、ちょっとちょっとちょっと。 ちょっええっていうのかなそんなに濃密なやり取りだと僕らも分かんないことが入るんでこれちょっと説明してもらってあまいやじゃあオーダー頼んでださいきましょう松井さんお願いしますじゃあオレンジジュースでありがとうございますありがとうございますいや何で今僕は入っていただけだったんですけど聞き返すようななことんかありましたえオレンジジュースって一番普通のオーダーだから全然何も聞き返すことないですけどごめんなさい そういうところで、あの、すみませんって気にしてるタイプの教育をされてるんですか、プレイプローズ。面白い,こといや、あの、私、基本喋らないんですよ。えなんか、今日もなんで私なのかわかんないんですけど。<laughs> <laughs> そうなんだ。そうなんですあんま喋らないんで、<え>あの、 はい、一つ一つを気にしてしまってましたそうだったんだいや意外とステージ見に行くとやたらとルックス的に目立つから主張のあるタイプのアイドルかと全然 MC とか喋らないんです喋ゃんないね確かにねはい喋んないんけどんか声発するとキャラと違うあっそ見た目かっこいいけど喋るとこんな感じだからってなって喋んないんですよあそこを今日はすいませんがちょっとタガホ外して頂いてす。嬉しいですはい じゃあ、ロジャポのお二人はどうしましょう。えじゃあ、私はパインジュースで。パインジュースね。あの<お>黄色いからこぼしても大丈夫かなって思って。<笑><笑>あ,あ、なるほどね。<laughs> 確かにね、お衣装にダメージは少なそうだ、ね。ちょっとダメージが少ないやつを。平<お>さん、どうしましょう。グアーバージュース。グアーバージュース。え、はい、な、初めて聞いたし、どんな色なんですか。え、オレンジジュースみたいですね。 瀬さん、意外と訳のわからないものでも平気で頼めるタイプの人なんですよ。割が視聴者型。方。割が視聴者の一方で野口さんはミネラルウォーターみたいな100%分かるやつしか頼んでないもんね。じゃあすみません僕ウロン茶かなんか頂いてもよろしいでしょうかじゃあすみません前の本持ってきて頂いてそれ待ってる間に聞きたかったのは稲垣さんのメロンソーダのリアクションと熱はあれは何なんだ 感じっていうのは、はい、だけどクリームソーダはなかったので、うん、あ食べ物も頼んでいいですよ、別にアイスクリームあるのら全然アイスクリーム頼んでもいいんですけどただ、僕が心配なのは私はクリームソーダが好きだからクリームソーダ以外人前じゃ飲んじゃいけないみたいな <laughs> プレッシャーがかかってるとしたらそれが一番可哀想かわいそうなので <laughs> そう本当にそんなにクリームソーダ好きいいですでもちょっっとダイエット始めたたんでで本当はは今日水水が良かいいいやよ ええ、あ、じゃあ、あのすみません、メロンソーダは一応、ここになんて言ううう、でしょうねあのこう見せるものとして、見せ、あのメロンソーダで置いていて、すみません、ミネラルボタンをもう一つ増やしていただいてもよろしいでしょうか、大丈夫よ、もう本当にそういうの、全然プレッシャーに感じなくて、<laughs> はい、じゃあ、それぞれ置いていただいていいですか、オレンジジュースが、そちら、はいちなみに、でもこの中で、お店さんだとあったかいやつ 分からず頼んでましたかあったかいやつきましたあったかいやつきましたあったかいありがとうございますありがとうございますあの、権田さんは誰よりも早く物販から帰るアイドルとして有名でしてえー、えー、あそっか他の現場の人と信じられないよねあの、権田さんは猫に餌をやるために先に帰ってもいいという契約が事務所となされているというですねえ違うの 違違いいまます。違います。正しくはどういう状況なんですかえなんか、うん、勝手に帰っても何も言われなかった契約よりよっぽど問題だよその方が <laughs> そうなんだはい、はい、じゃあということで全員飲み物届きましたねはいはい、はい、じゃあ,あのまず乾杯から皆様ご紹介いただきたいと思いますじゃあ行きましょうかねえー じゃあ行きますよ。あめんど無理しなくていいよ本当に <laughs>、うん。ちょっと,は飲,みょっとは飲みたい。ちょっと飲みたい。はいわかりました。じゃあ行きましょう。せーの、乾杯、乾杯。なんかすごい。はい、お互い向上目を合わせるぐらい。あと隣立ったらやっていきますか。はい、はい、やっていきましょうか。お願いします。はい、ありがとうございます。<noise> おいしい、ね、そういえばねあのー、<laughs> アイドル現場とお水おいしいあんまりやらないですねアニメ現場だと必ずみんなお水おいしいってやりますけどね,ね、えーまあ、大丈夫です今日はもうガチアイドル現場だと思ってやってますんでさてにじゃあそれではえー、と、今日あのー、もうここにあのー、登場していただいた6人の皆様もほとんどお互い初対面ですよねまあロジャポは当然違うとしてもはいはじめまして ですよねて、えー、お互いもお客様も分か,る分からない方の方が絶対多いはずていうかこの全部の現場行ったことある人っていないです <laughs> あるマジでえ、僕も大概 DD だと思いますけど結構すごいですね <laughs> あそうなんだええー、わ素晴らしいですねでもあのこれであの今わかったのが、えー、会場内1%以下の認知率ってことわか,かったん <laughs> で、ね、まずちょっと自己紹介的なところからやりたいので<ー>今日皆さんにフリップ書いていただいてるんですけど、はい、全員に、はい、あのまず えー、ここからやらやせていいいいたただききと思まますいきます渋谷ロフト9アイドルクラブ初開催記念初めましてのプロフィール紹介ゆるっとアンケートトークスペシャル今日はまあ初開催なので、えー、とまず皆さんの、まあ、例えばこうあのホームページとか見れば分かるみたいなオフィシャルな、えー、プロフィールと。 もう1枚、えー、ちょい足しプロフィールを書いてもらってます。足しえー、なんかあのこう、プロフィール、事務所とかのようにわざわざ書くまでもないけど、まあ、なんかあのこういう特徴があるんです、私みたいのを書いてもらいますんで、書いてもらってありますんで、それをちょっと見せながら発表していただきたいと思います。であともう1つお手元にツッコミ棒が配られてるんですけど これわかりますなんかこう気になることがあった時はあの分かりやすく「はい」ってツッコミ棒を出していただいたら「はい何々さん」みたいなことも言いますしえ他に何かあのそれ出すまででもないけど気になってるなって顔してたら僕が当てますんで <laughs> あのなんか聞いていただきたいと思いますでツッコミの場合は、はい、すげえ適切いいツッコミって思ったらみたいなのやろうと思いますんで別にあってもなくてもいいぐらいのもんではありますけどねはいご用意させていただいております はい、じゃあ、まずは、えっ、ー、と、一つ目えっ、ー、と、ゴンダさんからご自分のプロフィールを紹介していただきたいと思いますはいじゃあ、お願いしますお願いされます、はい、まず普通のプロフィールからお願いされましたありがとうございますえー、はじめましてはいゴンダナツです、はい、<laughs> えっと、遠くの人見えないと思うんでえー、これはしょうがない会場中の問題として なのでえっとゴンダさん口に出して言っていただいていいですか？えっとゴンダ夏にです。はい。えっとゴンちゃんって呼んでください。はい。えゴンちゃん。ありがとうございます。はい。でえっと福岡生まれの滋賀育ちなので、はい。父はめっちゃ福岡なんですけど、両親が福岡なので、なんですけど滋賀なんで関西弁、ああ、関西人でもありちょっと関西弁も出るよと。そうですね。はい。で。 えっと生年月日は平成三年の六月十三日生まれ。ちょ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 ちちょちちょちちょ。えごめんなさい今スーっと行こうとしたんですけども、今日お隣並んでる方々一部十代もいらっしゃるんですね。え。 それでも、もう最近、もうそればっかりなんで、全然驚かないですも、もはや。一緒に。あ、はい、またねみたいな。素人相手が十代は。はたりいみたいな感じなんで。の、え、大変失礼な言い方しますが、二十七歳です。今ね、今年八になる年。そうです。だよね。はい。で、えっと。ここがこれでスルーでいけるところがどうですか。これが後座。さん。で、二後座です。はい。で、血液型がよく。 意外って言われるんですけど、A 型で、それほどでもないよ。言われる。言われる。もうちょっと B とか言われがち。A B とか。A B とか言われがち。B とか。言われ、ちょっとなんかふわっとした感じが漂うですよね。ね。はい。でもちゃんとはしてる。じ字は綺麗な A 型で、はいはい。趣味は食べる、え、食べること、お風呂に入ること。 猫が好き、で可愛い子見ることで可愛い子見ること好きなのねそうですね、なんかかっこいい人とかあんまり興味がなくてなんか男性アイドルは好きになったことがないんですけど可愛いアイドルさんはもうめっちゃ目の保養になって目の保養になって大好きですねじゃあ歴史上これをこの人を自分がアイドルになる前に推してたとこあるんですか私は a k ら一番だと松井玲奈さん あ、あ、そうなの。そうね、<ー>握手会にも、二十回以上回ったりとか。え<ー>、すごい。ちょっと待って違うんですよ。レナさんめっちゃ並ぶんですよ。そうだよね。二、う、三、ん、時間待たされて。そうね。うん、<laughs> 待たされて、うん。で、やっと。十周ぐらいした時に、名前覚えてもらったかなって感じで。へえ<ー>、うん。そうですね。 ちょっと待って、僕五年ぐらい松井里奈ちゃんとレギュラー番組やってたんですけど、はい、知ってます知ってたのになんで今初めて言うの <laughs> 知ってます知ってましたか、はい、あら、そうだったんだはい、いいなって思っていいなと思って、はい、ネタんでました<え>はい <laughs> <タン S 1> 待ってください待ってくださいえ恨んでました <laughs> ネタんでましたあ、ネんでたんですかネまれてたの今初めて知りましたよ <laughs> もっと序盤に知りたかったそうだったんだ、はい、あら という感じですかねえでもそれこそ今日稲垣さんいますけど AKB グループ入るとかありえたんじゃないんですかえなんかその時は入ろうっていうよりかはあのもうあアイドル様みたいな様様付けもう入るとか思ってなくてで二十歳の時にあのもう最後のチャンスだと思ってちょっと親にも誰にも言わず内緒で上京してきちゃってえ状況が内緒なの上京絶対あのずっと 断られてって、そういうのもとかダメあ、芸能活動とかダメよって親に言われてたと、うん、で、うん、あの、内緒で、うん、出てきました内緒で応募したまでは聞くけど内緒で出てきたってことは決まる前ですええ 決まる前に上京しちゃったらもうやるしかないじゃないですか確かにまあそうなのであの七万円だけ持ってえなこのえ吉田拓郎みたいなエピソード誰そうすかフォークシンガーその時代の人たちが楽器とねなけなしの現金だけ持ってみたいな七万円だけ持って七万円だけ持って上京して夜行バス朝降りて すごい怖かったですね。いや、怖いよえ怖いね。だって、その段階だと、あの一緒にね親御さんとこ住んでたわけですかそうね、そうね。え親親御さんからすると、朝起きたら、夏美がいないみたいになってたってことまあ、そうじゃないですかね。今、あのご両親と連絡取れなかったりするんですか今は取ってるんですけど、一年ぐらい、違うの、半年ぐらい経ってから、めっちゃ電話かか… できたの気づいて、え、な <laughs> に <laughs>、半年間気づかなかったの、それ。気づかなかったの。<laughs> 全部連絡先も消してました。だから、今友達の連絡先も知らなくて、その当時のやつの。全部消して、えー、もう来たんで。もうちょっと待って、ちょっと待って、もうちょっと半年間、親からすると失踪してたってこと。そうですね、なんか。そういう感じで、で警察に言う手前で。うん、姉からの連絡は取って。うん、で、いた、いたよ夏美あ、ごめん、今。 東京にいるって言ってて <えっ S 2> <laughs> めっちゃ反対されましたけど最初は <おう S 2> でも今ではライブも来てくれるようになって<え>っ応援してくれるおうおういやでもその瞬間のんだろう,こう何半年間の間にもうお家とかあのアイドルとしてデビューするとかも決まってたの <はい S 1> その時はもう半年経ったんでまあオーディション受けて受かって。 で決まってはいました。決まってはいたんだ。たんですけれど、すごい生活してるね。そうなんです。もうだってもうみんなこちらで聞いてて、もうめっちゃ高井さんびっくりしてます。平瀬さんも二人してびっくりしてなかった今。え、家どうしたんですか。あ、まず借りるときにってこと。そう。今だから最初は女性専用のシェアハウスにポンって。えー、かっこいい。そうだったんだ。お。 月に三万でら暮らせるんで、手の玉を持ってたんで。うん二ヶ月いける。<laughs> すげえな、ゴン、はい、ちゃん。あーはあ、い、想像を超えてた。うん、はい、今はいい暮らしを送らせてもらってるって感じです。猫<ー> <laughs> も飼えるしね。猫も飼ってるし。そうだよね。はい、って感じで。でね これさ、もうワイド番組一本いけるやつなんですけどなんか本とか書きたいですだよねちょっと同人誌で今日物販で売ってたら買うよねこの話をちょい足しいらないよもうちょい足しももらえますかじゃあちょっと権田さんのちょい足しもらっていいですかお願いしますちょい足しプロフィールははいい。えっと気ますよく分かりますよくわかりますよく分で意外とよく食べるで、ダンス の割に体がめっちゃ硬い。あ、ダンスダンスは結構あの今アンジュレゴリゴリですよね。そうですね結構パフォーマンス結構激しい。ガリ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 ゴリゴリガリガリだとなんか俺みたいなやつがいるんですよ一人でもガリガリのアリエルちゃんっていう子がアリエルちゃんで動けたりちょっとなんですけどなんか結構なんて言うんですかあのしなやかなダンスだねみたいな。 セクシーだねみたいな感じのことをよく言ってもらえるんですけど体硬いって言ったらめっちゃ驚かれるんで体硬いえれ後ろで手つかないみたいなやつですかそれはつきますそれはつくじゃあ十分に柔らかいんじゃないのじゃあ柔らかいってことでい気まぐれでマイペースっていうばっかり見てますあ、そうなんだおすすめ YouTuber っていいます最近だとガードマンさんに ちょっと、初めて聞いたえ、ガードマンってどういうことあのなんか、あのヒップホップ、ラッパーもやられてる方であのフリースタイルダンジョン好きでそっから知って悪いの好きだな悪いの大好きですね悪いの大好きで、あのガードマンさんが YouTube 始めたんで見てるんですけどもうドッキリだらけでドッキリドッキリが大好きなんですよでもやらないって 言ってたんで、このイベントではねちょっとええって感じやられたいややられると分かってるドリ切キリ意味ないからねドッキリすいませんという感じですかねなるほどよろしくお願いしますもうすでに何かここまで来た甲斐がある感じの話がちょこっとじゃ続いて野口さんいきましょうか はい、はい、じゃあ野口さんの基本プロフィールから、あそうだ、皆さんもうね、あの明らかに、こうの日田さん高井さん突っ込みたかったじゃないですか、今。突っ込みぶを使ってもらっても全然いいですから。もう。ねはい、さっきの家どうしたんですかとかもう、確実にこれですよ。あの例えばね、よかったね。ね<ー>そっか、じゃあ、これを常備しますね。そう、全然大丈夫ですよ。ね。じゃあ、それじゃあ、えっと、野口さんお願いします。はい。はい、はい。えっと、イコールラブの野口ゆりです。はい、あだ名は。より、そのまま。 となっておりますそれはあだ名と言わないでね,だね <laughs> 呼び方はいよりのそのままです、はい、出身地は茨城県で生<う>年月日は2000年4月26日生まれ<う>年齢は18歳すみませんどうしたんですか年齢が18歳の後に台本を落としてとおう そんなに大丈夫よ、台本。あの、台本と進行だったら進行が大切かな。すいません。でも大丈夫。はい、で、年齢は十八歳の大石座です。血液型は大型、趣味は二次元に触れること。特技は指の第一関節を全部曲げれることです。ちょっと待って、第一関節ってどこえ、こ一つ目ああここの一番先っぽだけ普通曲がらないよね。第二関節も一緒に曲がっちゃうけど。はい。すげえやってますね。 あの、これ見た感じ、大変失礼かもしれませんけど稲垣さんと松井さんから不器用の空気が漂ってるんですよなんでですかなんで、なんでだなえあの、お二人ちょっと、あの、今、野木さんできるんだよね完璧にねはい今できてましたよねえ、ちょっと、稲垣さんと松井さんちょっとやってみても来た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 薬指薬指僕しいですよねあ、めっちゃ痛た。あ まず、あ、今分かった松井さんはそもそも何が起きてるかも理解していませんかあの、あのこれが、このこうやって指出したときにまあ僕は普通にやるとこう、第二関節からこっちのあの、手のひらに近い方から曲がっちゃうんですけどその先っぽの方だけ野口さんはキュッといけるという話ですね全部曲げれるんですよおお。すごいえ、何やってたのえ、何もやってないです生まれてからずっとえ、本当？え、生まれてからずっと岩壁に捕まってる そんなことはなく両手できるすごい気持ち悪いってよくメンバーに言われるんですけど確かにすごいねその形もうすごい憎らしいやつをこうやってギューて掴み続けるとかじゃなくてできんさいやいやそこはできるよねこれは普通になんて言うんだろうあの子哺乳類としてできそうな動きなんだけど指一本だけでこうやって親指はできましたあ、親指できたお指ができた え何で笑ってんのあのね普通は親指はできるからじゃないからでもここを曲げないでここうん。それはまあそんなに難しくないまあじゃあこれいきましょう基本的には指の話以上広がらないんで次にいくとじゃあ問い足しのプロフィールお願いしますはい気が強そうに見えるけどそれは見た目だけですすごい気弱な 女、つまんない女です私は <laughs> そんなつまんななそつまい女ですそして二次元がすごく好きではい、はい、今期のアニメだと「うん、ブ,ブギーポッパー笑わない」とか「縦<ー>の勇者」の成り上がりがもうとても面白かったっていうのとの、えー、アニメファンの人があんまりいないと思うんで説明すると僕がいるからといって全部アニメのイベントじゃないですからねそうですよね、えー、あのー、どっちかというとダーク系のやつですよこれ女の子が可愛く同行してるというよりも,も両方とも割と人は死にがちっていう作品 <laughs> なななんんでですすけど今ダーク系のそうか初めはチェックしてなかったんですけどなんとなく見てみたらめちゃめちゃストーリー性が分厚くて3話まで読まないと分からないんですよビッニポップとか。なのでちょっと気になった方見ていただきたいなって思います気にななった方いるか今の会場中でちょっと若干あって思った人がいると思いますけどいわゆるオタクの早口出がちなタイプなので。ああとともう一つ最後はは独り言が多い ああっていう…これもね、あのはい、お宅の人の特徴ですからしょうがなないんんけど <laughs> なんか最近、独り言言いすぎて<う>初めはメンバーとかに結構独り言をあどうしたのって聞いてもらったりしてたんですけど<う>最近、メンバーに直接話してることも独り言だと思われて会話を取っってもらえなくなくたっていうあれだね、あの時々、大家族だとおばあちゃんに対して起きるやつだね。 お母ちゃんんははきっととと僕らとは違うものと会話をしてるんだななみたいな <laughs> 多分そう思われてしまった<ー>っていうので,あのでもそれこそあ,あの何だろうあの野口さんは実は声優さんとかもちょこっとやってたりするじゃないですかであのアニメが大好きで遊戯アニメーション学院所属なんですよイコールラブってであのー、アニメの中に行きたいのは分かるんですけど、はい、アイドルになったのって何でなんでしたっけそそれはあのー、その イコールラブのオーディションが声優アイドルっていう形でやってましたね。はい、歌って踊れる声優になるのが夢だったので、受けてみようと思って。思って。じゃあアイドル自体全般に詳しいわけではあんまりない。はい、そうですね。無知に近いです。無知に近い。はい、えじゃあこういうふうに他のアイドルの人たちと一緒に出るとか全然新鮮な感じ。はい。もうえいいいいのか。 アイドル、私アイドルなのかってすごい思いながら今日来たんですけど。あの、ちなみにじゃ、野口さん、自分がアイドルなのかに疑問があるということは。野口さん、今お仕事は何ですかって聞かれた、なんて答えてるんですか。なん、オタク。ああ職業オタク。職業オタクか。確かに、かなりの時間を費やしてるもんね。そうですね。お金もすべて。お金もすべて。費やしてます。あ、聞いてないところまでありがとう。 じゃあじゃあ続いて稲垣さんいきましょうか。はい。じゃあ稲垣さんのまず基本プロフィールからお願いします。はい。はい。えっと、稲垣香里です。えっと岡山県出身。1997年10月31日生まれです。血液型は B 型です。趣味はクリームソーダを飲むことです。え趣味なの？はい。で特技は高速指パッチンができます。おお。 なるほどなあのこの辺にね AKB グループの文化を感じます <laughs> ほらだってほら AKB の人たちってめちゃめちゃ数多いじゃない人たちがで人たちが多くてみんなこう自己紹介とか自分に対して使ってもらえる時間少ないからみんな頑張って得意とか趣味とかすげえ考えて <laughs> あの狭い道に入り込む時ある。<laughs> だってクリームソーダ飲むの、え、なんか飲み歩きとかしてるわけ。まあしてないんですけど。すでしょ <laughs> だって、これアイスクリームとかさ、ね、なんかちょっとした食べ物なら、割といろいろ広げようもあると思うんですけど。クリームソーダはあんまり比べようもないでしょ、うん、はい。その辺、その辺、今日たっぷり時間使って大丈夫なやつだから。はい。え、あのクリームソーダに好きになったのは何かあったの。 いや、なん,でなんでだっけな、うんうん、そこから,そこからなんかでもおい、うん、しいなって <laughs> それはね人類のかなりの部分が思ってます <laughs> 結構クリームソーダおいしいですよね、はい、そこは納得がいく、はいえー、でもね僕らはなんですかねあのジンギスカンとかもおいしいと思うんですよおい <laughs> <laughs> しいものが世の中にいっぱいあると思うんですけどあのー…クリームソーダに何かたどり着いたのはな,な,なんでだったなんでですかねでも気づいたら好きになっでえ、アイドルになる前からはい あ、そうなんだ、はい、あじゃあ多少意味が出てきましたよ子どもの頃何か食べに行って印象に残ってる、うん、でも高校生ぐらいの時に飲んで結構遅くない高校生で、はい、女の子とかでお互いじゃあカラオケとか行ったとしましょうえ、クリームソーダって頼むのちょっと勇気いらないいやいらないですいらなかった、はい、その時に美味しいなと思ってまあ好きかな みたいな感じですか多分これね僕が別に決めることじゃないけどもしかしたらクリームソーダじゃない方がトークイベントとか今後やりやすい可能性はあります可能性ですからちょい足しの方に面白いのあるかもしれないしちょい足しはどうですかちょい足しは、好きなことは藤木君と長澤君のものまねですすいませんすいません。 あの、これはこれでやっぱり AKB 文化はすごい感じ <laughs> 5秒渡してもらった時に何か爪痕を残そうっていう感じなんだけどえ、あのー、ほか、まだ続きありましたよねえっと、特徴は、うん、たこ焼きは最初にタコを全部出してから食べますへぇどっちかというとそちらが気になりますね <laughs> えー、それはなんでえっと、タコが好きなので、うん、最後に取っておきたくて、うん、<部>生地、生地を食べてから最後に 最初にタコだけ食べてるの野口さんがめっちゃ不思議そうえでも私あのミニストップのクランキーチキンってあるじゃないですかわかりますかごめんごめんごめんそんなに一般的かえええミニストップのクランキーチキンクランキーチキンっていうのがあるんですけどあるんだねじゃちょっと待ってクランキーだけだと唐揚げ系なのかなんかもっと別の調理法なのかも分かんないんだけどはい、調理どんなものえ、なんか鶏には無数の調理法がありますよ みたいいいいなな小さ唐揚げがっっぱ入てるものんですけどローソンで言うなら唐揚げくん的なやつ骨の入ってないそんな感じそのまま食べられるですねはいんかカリカリした部分がすごい好きでそのカリカリした部分だけを最初に食べて最後に肉だけ食べるっていう食べ方するので似てるなってちょっと思ってしまいましたいや共通点探しとしては無理がないから優しさは感じるけどえ似てます ちょっと通け見つけてくれたけどでも同時にただあのロッカ・ジャポニカの2人は割と今不思議そうに見てます <laughs> 今ずっとミニストップの,<お>あのレジのサイドメニューずっと考えてて、はい、どれだろう <laughs> 好,き好きなコンビニで言うとミニストップ <laughs> ミニストップあったら行きます <laughs> あったら行く <laughs> なかなか私と仲良くなくて <laughs> いつも目の前にないんですけどああのもっとあの出店歩数がね少なめなコンビニでは <laughs> ありますけどね、それを仲良くって表現するんだ。<laughs> はい、仲良くそれは高井さん的には仲がいいコンビニはじゃあ、どこですか。セブンイレブン。<laughs> <ー>で、日本の中で一番多いコンビニ。<おー> <laughs> 一番多いんで、大体日本国民一番仲いいかもしれないですね。で、そして、で、じゃあ、あの、まあ、稲垣さんの、今の見てると。はい、その、なんか、本当に、まあ、あの。A. K. B. グループの、はい、あの、中の人の感じ、やっぱすごいするんですけど。もともと、こう、A. K. B. グループに入りたかったの。はい。 あ、えどうしよう。えちょっと待ってえいきなりえちょっと待っていきなり路上を歩いてたらいきなりガッて掴まれてい思い出ビルへみたいなことにならない。え、違うでそんなんないでしょ。えなんで好きで元からあエキビグループが元元好きで好きででなんかもうちょっと若い時にもうちょっとえちょっとちょっと待ってあそう待って稲垣さんそうなんですよ二十一歳なんですけど間違えちゃった二十一どころか 下手すると中学生あるようんお酒飲めるんだね年齢的に飲んだことあるないです。まあだろうねえはいなんでしょうアイドルのお酒飲んだことないは嘘だと思います二十歳超えててやっぱりあゴンダさんも一仕事終えたなってときにはプシュンってやったりいやいやいや そういうわけじゃないですけどじゃなくて、はい、なんか、いましたね、近くのあの同じグループに同じグループの二十歳超えてるんですけどお<う>私お酒飲めないって言ってて、実は飲んでた子、うん、まあやめちゃった子なんですけど <laughs> <laughs> いました、いました別に二十歳超えてたら飲むこと自体は別に構わないですよ、<う>全然、ね と思うんですけど、なんかアイドルのイメージとして飲んでないって言ってる子が多いふうに感じます。以上です。えっとね、えこれをあれなんですかね、あのそれそういうの許せないっていうふうに権田さん風に取るか、もしくはそれもファンサービスとるか、えその辺はもう自分の裁量にお任せしたい。まずね、稲垣さんは飲んだことがない方です。はい。でも話としては昔。 っって言ったけど、え、何歳ぐらいの時ってことでも中学1年生の時とかに好きで、うんうん、でもなんか応募とかはちょっとやり方が分からなくてえ何が分からないあ応募のはい応募のやり方が分からないってもう写真を添付するっていうのが分かんないじゃないですか <laughs> 写真を添付パソコンとかで、はい、あの、まあ、メールの画面にドラッグしますよねが分かんなかったですねえ、そのの頃はあの うんでもスマホは持ってあ持ってないですスマホ持ってない、うん、はいえ何歳ぐらい中学生で中学生で中学生でその頃でスマホ持ってないってどう珍しくかいや一般的一般的 <laughs> はい <laughs> クラスクラスの中で何分の1クラスで四十人いて三十九人ぐらいは持ってないと思いますスマホは、えー、携帯は 持持っっっててなない携帯もかたあ、そうなんだそれでじゃあ添付の方が分からず分かんなくてで18歳になってもう携帯も持ってるから18になると持ってるよね3年前だもんねはい、で添付しました添付しましたはいで添付することにより今ここにいることができるようになりましたなりましたかはいいあの、系強 弱いです。弱い。さっきほら、あのうごさんは好きなユーチューバーみたいな話あったじゃないですか。え、ネットを稲垣さんは何になら使います？え、なんだろう。なんだろう。ブログとかですかね。あ、まあお仕事と。かツイッターとか。ツイッター、ブログ。でも例えば買い物したりとか、そういうこと動画見たりとかいろいろできますけど、どの辺までします？あ、でも結構やります。結構やる？結構やる？やります。え、動画は何見てますか？動画はなんだろう。 え、知らない子供の成長過程 <laughs> 知らない子供の成長過程はいはい、えあ,あるんだえ、どこの、え、日本のなんか YouTube とか上げてる人い,ているよね、お子さんなんか、あ、可愛<う>い,いな <laughs> でも検索しない、知らない子供で検索しない <laughs> え、どうどうやって出てきたのなんか、わかんないですね、うん、分かんないけど、おすすめ動画とか出てきてうあ,あ、そうです、そうです 見てみたら見たらちょっとハマっちゃっておえ、その子のチャンネル登録とかしてるしてないですしてないはいだけどまあ一回再生したからおすすめとかで表示されがちではい大きくなったなと思って見てんのはい <laughs> 何歳ぐらいになったんですか、その子は今なんでも結構何家庭も見てるんでえ <laughs> いろんな家庭の成長今 見て、あのー、ます。見てるの。はい、え、おし、推し家庭はどこですか。か推し家庭は秘密です。ええー。<laughs> え、別に、そこに押しかけたりしないよね、みんなね。<laughs> な全然、あの、じゃあ、名字とかで分かっちゃうと思うんで。そのご家庭の、その子、じゃ、男の子女の子。あ、でも、いろいろいます、ね。え、いろいろいるの。え、何人もいらっしゃるご家庭を丸ごと見てるってこと。はい。え。もう、その方がより複雑だけど。<laughs> え、何人か兄弟。うん、そうですね。えー。 おなんかあの大丈夫よ個人情報を漏らしちゃいけないみたいな思ってるんだとしても向こうは YouTube で自分の動画上げてる人です。全然大丈夫と思うんだけど。はい、え兄弟何兄弟？私三人兄弟です。違うって。それはああそれはそれで今新たな情報として付け加えましたけど <laughs> いやーなんかちょっと高井さんそろそろ魅力が分かってきた感じしますね。き <laughs> <ん>にきっと気になる稲垣さん。なんかあのすごい。 天然だな。<laughs> えー、じゃ、まあ、その過程は、推し過程はあるけど、まあ、とりあえず、今日行っていいのかどうか、まだわかんないので。はい。あ,あ、そのうち。わかりました。じゃ、ちょっと、なんか、いい、いい過程の、なんか、めでたいこととかあったら、ぜひ、ブログとかに書いてください。<laughs> 私がよく見てる過程があるんですけど、みたいなわ <laughs>、はい、かりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。じゃ、あ松井さん、行きましょうか。はい。はい、じゃ、あ松井さんの、まず、プロフィールから。はい。はい。字、綺麗ですね。ね あ、そうなんですかそうなんです。まの自分今でさ学校とかでの他の人の書き文字も見るじゃないですかしかもアイドルやってるとメンバーの書き文字とかも見るでしょで大変申し訳ないんですけどグループ全員字がうまいグループなんてまずないじゃない誰か壊滅的だったりするあいますめっちゃ汚い人でしょそれに比べるとだいぶいいと思いませんか ありがとうございます <laughs> 一応じゃあ,あの字はまあ綺麗だなと思いましたがじゃあその字で書いていただいて、はい、中身いきましょうはい、はい、えっと松井あ絶対超級女子プレイボールズ背番号7番の松井奈々ですで背番号は7番で、うん、ニックネームはナ々ナです、うん、で出身地が東京で生、うん、年月日が1996年7月19日の22歳です、うん、で血液型 O 型趣味お買い物特技キキミルクティーです キキミルクティー。そうなんです。全然野球出てきません。いや、そうなんですよ。あの、一番野球感出てんの名字ですよ。あ、そうです。そう。そう。名がみんなわかりますか。え、みんなわかりますかっていうのは。あの、すみません。一体どの基準にどういうことを。呼びかけたのかな。え、まず、ここにいるみんなにでいいかな。はい。見てくれて、みんなに。何が分かってほしかったの?。 そうなんです名前が野球なんですけどセブライオンズのあの松井和夫選手だったんです今次二軍監督になったの松井和夫選手の松井奈々の背番号ゴ七番なんですええ芸名はい授かりましたいや名字芸名はいあそうなんだああいや偶然なのかと思ってさっきね松井レナさんとね松みたいなもんです偶然みたいな 偶然みたいなものじゃあとりあえず松井奈々さんになりなってで今ちょっと二軍監督がどうのっていう話がありましたが松井さんは意外とちゃんと野球分かる方のえっとですねプレーボルズにえっとじゃあちょい足しプロフィール行ってからの方がいいかな結構そこに複雑な事情が眠ってる感ありましたねえじゃあちょっと見てみましょうかはちょい足しプロフィールはじゃん 実はお洋服が作れます。えすごい。おすごいもうもう絶対つっ驚きも突っ込みの一つですよね。いやだえってるすごい。あすごい。写真あげちゃったね。いいね。写真持ってきました。えええええ見たい見たい。ええすごい。えすごいじゃん。えこれ自作？自作とリメイクです。自作のリメイク。自作とリメイクなんですけど。はいそういう学校に行ってましてで作れます。 え、そういう学校に行っていてなぜ野球がテイマのアイドルになってしまうた。<laughs> そうなんですよね。もうそこが不思議。どうしたの。どうしたんだろう。どうしたのとか。じゃあまず洋服の続きがあるの。はい。で、はい、あとお野菜が食べれません。<laughs> <laughs> はい。ごめんなさい。<laughs> 全然 <laughs> いいんですけど <laughs>。ちょっと好きですそのプロフィール。と<う>あと超負けず嫌いなんですけど、おうおうあのトランプのスピードとかそういうのの負けず嫌いです。 なんで限定なのそれだけ勝てる可能性のあるやつ椅子取りゲームとかは絶対負けたくないんですけどもう戦う時にあこれは負けるかもしれないなって思ったやつは別に潔く諦めますスピードはスピードは勝てます絶対勝ちたい絶対勝ちたい絶対勝ちたいから絶対勝ちたいそっかね歌苦手です 苦手あと食が男子なんですけど中身は割と女子えっとすみませんなぜ食から話食がべるのが早いんですめっちゃあとあと米と肉とラーメンで生きてます割とあそうだから女子ってすぐんか野菜サラダみたいな私サラダ好きみたいな多いじゃないですかえ分からん わからん。もうがっつり牛丼とか食べたい。食べたい。食べたい。はい。あの、今日オーダーとか全然して大丈夫ですよ。そういうのもありますし。分かりました。オーダーもして。い好きです。そうか、米と肉が好き。はい。えっと、だけれども。だけど。なんか、本当はツインテールとか憧れます。いやいや、金髪ショートで。なんです。服飾系と言われると納得のいく。ね、ヘアスタイルでは。 ありますけど、もうちょっと待って複雑だよ多分松井さんいろいろとまずだって服が作れるっていうのってね今あの高橋さん平井さんもすげえ驚いてましたけどすねえ高橋さん平瀬さんだね衣装もう作ったことあるんですかでも夢ですああでもあの MV 撮ったんですよあったんですもう出てるのがあるんですけどそれの衣装をあのリメイクみたいなのしましたじゃあえっと MV 撮った時の衣装はその形だったけどもうリメイクされてしまったのであ、違います今、違う形に変わっているのそのあ、MV でみんな T シャツをボロボロにする衣装して出てる場面があるんですけどそれをボロボロにしました。ああ、普通だったら MV 撮影で衣装さんがやってくれることで松井さんが自みずからやりました。 やっぱりあの衣装を作れるそしてそういう道に進む女性がいるのはそれこそアイドルやってる皆さんよく分かりますよね衣装さん身近に必ず皆さんいるでしょでなぜアイドルの方にこう進んだのかがアイドルが好きだからアイドルが好きだからえっとどの段階んや,<え>んやったやりたい,あやりたいアイドルやりたいアイドル好きだからアイドルやりたいあのどの辺の段階でまず好きになったのは 3 4年前とかかでですか、ね、結構最近じゃないあでも,あでも、実は<う> AKB48 さんのリクエストアワーも<う>の映画,でや映画館でやってくれるじゃないですか<う>とかも中学生の時に見に行ってて<ー>って感じなんですけどいいやいや、だったらそれこそ何度も言いますけど AKB グループに入っても不思議ないですよ、ね、いやなんか尊い <laughs> から<ょ>こんなプレイボールズ」は何じゃあ <laughs> プレーボールズじゃないと入れないかったって思ってえそう <laughs> じゃあ AKB グループじゃあそれこそ添付もしてないんですか添付してないですしてないしてないそんな<う>あのサイトも開いてないですその添付のサイトまでも応募の要項もすら調べてないあい見てないです見てないあでもアイドルになりたいと思ってなりたいって思って<う>プレーボールズの いやちょっと待ってちょっと待って結構アイドルゲーム通ってますけどいきなりアイドルで検索して1ページ目に「プレイボールズ」は出ない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 かなりたいって思って細かく話すとなりたいって思って最初「サロモ」とかやってみようなんか出たい出るのがいいと思ってサロンモデルねはいそうです「妖怪用もサロモ」ですよとかあなんかそういう可愛い子が載ってるサイトみたいなあるじゃないですかごめんなさいごめんなさいいいっすか マイペースだもんねさっきからずっとこのパソコン気になってるでしょ。ショールームが出てるんですよ、ここでね。ごめんなさい、話しちゃった方がいいかなと思って。で、とりあえずやってみようみたいな。で、いろいろそういうのをやったら、いろんな人に出会って、プレイボールズなオーディションしてるから、受けてみないみたいな感じで、受けるってなって、受けました。あ、じゃあ1回目に受けたアイドルオーディションがプレイボールズ。じゃあ、そうです、多分おお。 じゃ運命です運命でもただ運命がわりと変わった運営にたどり着きましたそう変わってるんですうちのところだよねはいステージ行くとマネージャーさん今日もいらっしゃってたんですけどマネージャーさんが一緒に踊ってるんですよそうなんですよしかもガチですよちょっとじゃなくて同じ振り付けで踊ってるのあなんかうなずいてる人いる何人かね来て来た方いらっしゃるんでしょうね現場にね野球なんですけどボールボーイって言ってステージにボールボーイが出てるんですよ でそれがマネージャーさんなんですけどもうね 3? 3っていうか端っこの位置の時とかあるじゃないですか前にかぶっててかぶってて <laughs> 自分が出たがりすぎてだからなんかファンの人とかは7がこっち側に来たら7じゃなくてもうボールボーイしか見えないみたいな今日ボールボーイ見に来たよみたいな。うん、ってぐらい出たがり。出たがり でもそれを見た瞬間に今まで見た AKB は誰も踊ってなかったなとか思わないんですか秋元康は別に出てこないじゃないですか <laughs> その瞬間には、はい、あのー、そこに疑問は感じたけども言ってない私ですかおうおうえっ、ー、最近疑問を感じました遅いよ <laughs> 気づかなかったですそれまでその疑問があの、まあ他も出てるグループもちょっとはあるんだろうなぐらいに思ってたってことなな。んか、メメンバーメンババー、ーみたいな いいややママネネーーーージジャャでも、気づかなかったんですおかしいってことがでもやたら出たがりだなって最近気づいてうちの事務所でそういう事務所のパーティーみたいなのもあるんですけどそういうのって普通姉妹グループだけが出るみたいな感じじゃないですか事務所のライブみたいなのってお姉さんグループ妹グループそこにうちのところはマネージャープロデューサーカメラマン。 カメラマンが出るんですよ。へえ、そうなんだ。変てこなグループなんで、皆さんチェックしてみてください。いやマジ音源チェックで終わりますよ。僕最高にすごいなと思ったのは野球テーマじゃないですか。まだ二塁打の歌とかわかる。それでも結構でしょ。ええスタンディングダブルまだわかるなと思ったんですけど、We are アンパイアって曲があった瞬間、やばい、やばすぎると思って。そうなんですよ。永遠にねサビが We are アンパイアって言ってるだけっていう。あれ聞いたときにどう思うんですかメンバーは。 かっこいいかっこいいなみたいなあ、みーアンパイヤって言ってるそう言ってる言ってるって思いますしかも全員誰もあ、そこまで来た来たどうぞどうぞどうぞアンパイヤって何ですかあなるほどそうかーちょっ知りたくな高井さん、ちょっとまだ知らなかった知らなかったアンパイヤあ、これアンパイヤをゴンダさんに説明してもらいたい気がいやでもゴンダさんがじゃアンパイヤーっ五感から想像する アンパイやって何だと思います？えなんかアンパイばっかり狙う。アンパイな。ああ。どこばっかみたいな。で別にあれなんですか？好きなあお花が好きですとか言ってるアイドルみたいなそういうイメージですか？えそういうのを見てゴンダさんはつまんない人だなって思うとこと言よろしいですか？まあそういうことですそれなんですか？分かんないでええじゃじゃ一人一人聞いてます。野口さんわかる？えアンパイや。アンパイや。あん。 パンマンだよね、そういう発想だよねリアアンパンマンで野球でテーマでなぜって言うのだねわかるよねえ、稲垣さんも不安そうえ、アンパイアアンパイアなんかアンパイだわとか言いますよねアンパイだわって言いますじゃあアンパイってそもそも何から来てるかわかんないえ、これは権田さんもわかる麻雀正解ええ。かっこいいみなちゃそりゃシェアハウスで麻雀やる人も俺俺でしょえ。 じゃあ同じことじゃあ平瀬さん聞いてみると分かる私全くアンパンマン同じこと考えてますかアンパンマン、アンパンイヤーみたいなのにで同じな感じかなみたいないやね、アンパイヤー知ってる人からすると僕の顔を食べって言われたしっかりショッキングすごいショッキングですよ凡退して落ち込んでるバッターにみたいななりますからわかんないよねちょっと何言ってるかよくわかんないですだろうと思うだろうと思う全然それでいいんですけどいや松井さんちょっと教えてあげて 審判のことです全然しっくりきてないいやいや、これはしっくり声をこまいとしっくりの問題じゃなくて事実だから、これえ、あの、あれですよね、お面の隣の人ですよねそうです、そうです、そうです、お面のえ、お面の人ですかあの、ごめんなさい、お面の人はギリギリわかるんですがお面の隣の人を僕らがむしろ知らないんですけど なんんかいるですどこにいるのおのこうやってる人いるじゃないですか。ああ、ああ、あの、そっか、2人いるよね、確かにね。バッターはわかる、バッターもわかる、かなり昭和の野球選手みたいな構えでてたけど、まあまあ、バッターはそういう、打つ人、打つ人、で、打つ人のところに、確かにあと2人いるよね。 二人いるような気がす,す,すで、一人がアンパイアなんですよで、もう一人が取る人は取るんだからこういうふうにやってる人ですか <laughs> やってませんか <いや S 2> え、やったもうやめましょう、この話 <laughs> いや、多分みんなこいんだよね、聞きたかったのねそうだよねえ,え、こうやってる人っているのえ、いま,す、ね、すみませんなんか<の>セーフーみたいなセーフ、こっち <laughs> セーフー <laughs>

あ、あ、わかりました。あ。アウト。わ。ごめんなさい、こう、もう、本当、もったいない、もったいなかったですね。失礼いたしました。いや、でも、まあアンパイアって審判、審判でした。え。えさあ、じゃ、ああの、すみません、これぐらい、なんか、こう、あの、変わったコンセプトで、プレイボールさんは活動されてるわけです。あ、そうです。ああ、なので。野球の曲しか。野球の曲しか。ない。ない。 えそして野球のことをちょっとずつ勉強そう、ちょっとずつしてるで松井さんはそこそこ詳しい方ではあるじゃないですえっまるでまるでじゃないですけどあの、詳しくなってるところ詳しくなってるところ見には行ったことはありますありますそれはありますよさすがにいやいやプレイフォールズですもんってあなた入るまでどんなグループだかも知らなかったでしょうはいまあ大丈夫ですじゃあ6カ所ポニカ行きましょうかはいじゃあ1人ずつじゃあまずは はい、座り順高井さんから。はい、基本プロフィールです。いはい。いきます。高井千穂、ニックネーム、うん、ちーち,ちゃんです。ちょっと待って、うん、言い方が分かんなくなってきて。えなんで？<laughs> え分かんなくなるってどういうこと？<laughs> あ、なん<う><や>でしょうか。うえー、っとみんながニックネームチーち,ちゃん。 別に言いいい方んでもと思うだけど自分でこんなにプロフィールを口にしたことがないのでちょっと言い方に困っちゃいましたじゃあ自分で自分のことを愛称で名乗るの恥ずかしいもんねちょっと恥ずかしかった恥ずかしい俺ももう死んでも自分でヨッピーですと言いたくないよヨッピーさん絶対ごぼうですはギリギリ言える感じするけどじゃあ続いてはい出身地は東京で生年月日が2001年11月20日です21世紀だはい21世紀でさそり座で年齢が 17歳で血液型がちょっとまだ分からなくて趣味液型分かんないんですあの生まれた時になんか測ってもらえなかったらしくて、うん、血液型を、ね、それでちょっとまだ今も測れてなくて、うん、今のところまだ特にねそうでも多分 B 型か O 型のどっちかですな ああのお,とお父さんお母さんの血液型から想像するということか B か O しかうまくなりそうな血液型に勝手に自分で思いついてる<笑><笑>なりたいやつじゃなくて趣味がアイドルさんのブログを見ることですえあの現場見るじゃなくてブログ見るなのできればライブも見たいんですけど、うん、やっぱあの最初はこうやっぱ気になったアイドルさんがいたらちょっとライブ行く前にちょっと勉強したい。 くなるんですけどその人の何を考えてるかみたいなのを知りたいそうな、あのあよくプロフィールとかあの見ると思うんですけど私結構気になったアイドルさんはプロフィールとかじゃなくてブログからよく見るんですプロフィールからじゃないんだプロフィール、名前は見るんですけどお<う>で、ブログを見てその、なんて言うんだろう裏側じゃないけど裏側<は> <laughs>、に滲み出す <laughs> 何かを <laughs> あこういう個性の方なんだなっていうのを<ー>そういうのあのブログから結構好きになる方とかじゃあもう今日個人情報みんなめちゃめちゃ漏れてるじゃないですか <laughs> えこれ聞いてる分には高井さんは割と楽しいえ<ん>あほいえ <laughs> <laughs> もうブログでも本人が気づいてないから書かなそうなような話がずいぶん出てきてるじゃないですか権田 <laughs> さん状況物語とかあのままドラマ化できますからねもう。<laughs> うん あの、あ,あいうの、話を聞くのは嫌いじゃないですか。え、嫌いじゃないです。好きです。そういうのが好き。ああ、で、そのじゃ、ブログで、あの、今まで数多くのアイドルブログを読んできてる。はい。わけですよね。え、おすすめの。アイドルとかいた。<laughs> おすすめです。おすすめというか、う私が、あの、読んでるのは、<う>まあ、同じ事務所のスターダストの。スターダストプラネットの方とか、<う>あと、やっぱ、ごぼうさんが、ずっと、お仕事一緒にされてた。ベイ<う>ビ,ビーレーズジャパンさんも。 ウェビで好きなんだよねそうあのねみんちゃんとイエあ二人してそう一緒にライブとかも行ったり見に行きましたあそうなん山中校もいたはいいましたあいたいました勢いよかったねいやもち僕はあのすみませんあのご存知の方もいると思うんですけどもう仕事があって絶対行けないと思ったんだけどもしかしたらと思って新幹線とカーシェアで行って最後の花火だけ見られるうわー すごい。<う>前日が北海道行ってて二日連チャンで北海道行って家戻ってどこだっけ？山中静岡あ。あ、静岡。山中、山中。<う> <laughs> 山中、山中って地名が無いかな？湖が無いかな？山梨行きました。すご山中行って、はい、見てきた。楽しか。ぐらいにベビレー大好きなんだよね。もうこの番組、はい、その前身のこの番組はもうずーっとベビレー出てたみたいな番組だったんで。 ええ、それでまあ、あのこうそれも好きだっていうのも聞いてちょっとお呼びしたのもあるんですけどえーええ、ありがとうございますだってそれこそベビーレンなんてあのその渡辺莉央ちゃんってメンバーがいるんですけど<い>あのほとんど何言ってるか普段わからない <laughs> こ,こが一人いるんですけどただブログだとなんかすごい世界観を押し出してくるよねあっとツイッターの文章とかも面白いなと思って、うん、そうなんかあの物販のおまけで何千円以上買うと小説がもらえるっていうアイドルだったんですけど <laughs>、ね、小説もらいましたそういうの見てたあ、もらった,もらいました 本人からいや、違いますよ。買ってですよ、グッズをああ、グッズ買ってもらったの違いますはい、もらいましたあ,あ,あの、<え>山中湖のやつにも入ってたじゃないですか、うん、めっちゃ取り出すの大変でした取り出すのが大変だったっていうのはえ、大変じゃなかったですかいや、俺、俺物販買う余裕もなかった <laughs> 花火だけ見れた <laughs> それでいうとあの物販買うと取り出しにくいところに入ってたあ、違いますよ山中湖の…わかんなよ <laughs> 山中湖のブルーレイを買っ あーそういうことかそういういことかそれに、はいはい、めっちゃぴったりのサイズで敷き詰まってて <laughs> 超取り出しにくかったんですよ塩梅だよ塩梅それはあの<ん>その塩梅が分かんないか <laughs> はいあと具合ん <laughs> <laughs> うんうん ちょっと、えー、平瀬さんと何かできそうな感じでしたけど高井さんの続き行こうかはいぜひあ、そっかてしがアイドルさんのブログを見ることでああ特技が目薬を刺すことですああえあのうまく刺せるんですよ目薬をあのエスカレーターとかも一瞬でこうやって刺してスーッてエスカレーターで目薬を刺す刺 <laughs> しますあのなぜエスカレーターで目薬を刺さ,されたのでしょうか <laughs> え、結構私、<う>頻繁に目薬をさしたくなっててあ、刺すのもいう回数が多くてうもう本当になんか自然と何をやってる時でも目薬させるようになってきてさすがにご飯中とかささないんですけど<う>そのなんて言うんてうだろうエスカレーターとかこの短い期間の間でちゃんと目に入れられるかっていうのでう入ったい <laughs> ラインチェックぐらいの頻度で目薬をさしている。 さしててでできるってことに気がついてあ,あじゃあこれで役に立ったこともあるないです。です <laughs> そっかじゃあちょい足しの方いってみますか。はい。これでちょい足しじゃないんだって思うんです。<laughs> はい。はい。えっとちょい足しです。好きな食べ物があの焼き鳥のぼんじりと砂肝です。<laughs> <laughs> 美味しいですよね。美味しいけどどうした酒飲みのチョイスだな。<laughs> お続いて。はい。 で今練習してることが<う>体を動かすことと<う>ドラムと<う>面をすすること。練習しないとできないかい <laughs> ドラムと面をすすることにはだいぶ違いがありますよ <laughs> あえ。これれれはそれぞれどんなな感じなあの一番上の体を動かすことっていうのが、ええ、あの今ちょうど私あの「マッスルファンタジーオーズの魔法使い」っていう舞台

私本当に運動神経を何も持たずに生まれてきてしまって何で「んでスターダストさんはそんな人をそこにそれでお<う>でもやっぱりその出演させていただけるからには<う>こうあの少しは本当に前転はできるけど、まあ、舞台上で前転ってちょっとまあ見えないから<う>まあ側転ぐらいはできるようにならないといけなくて<う>で側転とか主に練習してます。 結構、ね、でもそれを普通は諦めがちじゃないですかえちなみに運動この中で正直あんま得意じゃないなって人ってどれくらい稲垣 <laughs> さん <laughs> さん、あんま得意じゃない多分得意じゃないです。得意じゃないえっ、ー、と今だと前転の話でしたけど前転は汚い前転ならできます <laughs>。汚い前転 <laughs> そんなんあの、か確かにあの体育の授業とかだと運動神経いい人も確かにスパっていくよね。はい でも確かにそこでうんみたいな人いう後者のタイプ側転なんかじゃもう全然もうできないですでもアイドルなんだかんだ言ってダンスとかあるから運動できた方うがいいわけでしょえ、じゃあ高井さんどうやって練習してるあの、のそ同じ舞台に出演しているサムライロックオーケストラさんっていう本当にあれマジなやつ大マジなやつじゃないですか 大まじゃないでアクロバットとかやってる方々じゃないです元日本代表とかで活躍されてたプロの方なので、ねうん、本当に何て言うんだろう教え方が本当になんこんな私でもできるぐらいあうまいんだ、むしろ初めからできるから教えらんないとかじゃないんだもうなんか教えていただいたことをそのままやったら自然に。 え、形じゃあ、今、測定とかできるようになったの?。できます。ええ。おい、もう、稲垣さんはどうやったらっていう。ああ。測定、え。壁倒立から始めるとか。ああ。怖い。壁倒立は。できないです。怖い。怖い。怖いです。怖いよな。でも、怪我されたら、大変なので。はい。ちゃんと、ちゃんと、ね、そういう、あの、管理してくれる人がいるとこじゃないと。よくないと。そうね。はい。おお。で、あの、ドラムは、まあ、まあ、わかるんですよ。 なんかこう練習したいとかわ練習わ、うん、かるんですけど麺をすすることがわかんないんですよ <laughs> あのラーメンってこう食べるときにいただきますって言ってですするじゃないですその、うん、すすりができないんですよそのなんで止まっちゃうってやっても、うん、自分の息だけしか入ってこなくて <laughs> <laughs> 麺が口の中に入ってこないんですよすいま今日ロフトライン麺ってないですか <laughs> 麺ないですかパス,パスタあるパスタもまあまあ,あ<っ>すすっちゃいけないとは言うけど、うん すすって食べる人も多いですよね。日本人だとね。そう。そのなんかラーメンでこうすするのに何だろう？スープがこう飛び散るのが嫌です。すりたくないみたいな方もいると思うんですけど、本当に。私は物理的にもう麺が入ってこないんですよ。物理的に本当に麺が入ってこないんです。あ、そう口の中にあらだから本当に。 ワンツーマンで誰かに教えて。隣の松井さんは、あの肉と米とラーメンでできてる。あ、もう全然得意分野ですから。すするのなんて。これ、すいません、後でパスタお願いしてもいいですか。あの衣装汚れないようになんかエプロン的なものも。いただいた上で。ね、ちょ、ちょっとやってみましょうよ。やってみる。ね。できるようになったら。できるようになったらね。そうです、今日練習してみましょう、それ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ。 大変、大変長らくお待たせいたしましたが、平瀬さん、よろしいですかよろしいです。よろしいですか。はい。きます。はい、じゃお願いします。じゃんはい。基本。書いたね、ずいぶん。そうですね。でもここ余ってたんでちょっと切っちゃいました。基本プロあ、ぎゅうぎゅうにしたかったんそう。しかも手で。余白を手でちぎった。はい。基本プロフィールいきます。平瀬さん、意外とそういうタイプなのね。はい、雑です。平瀬美里。はい。出身地は千葉県。うん。 ニックネームはみーみーちゃん、生、うん、年月日二千二年八月六日七時十秒。獅子座です。うん、趣味はクラシックバレエ。うん、年齢十六歳。うん、特技アクロバット。全然違うじゃない。え、<や><に>さっきのあのこう、高井さんと全然違います、ね。<laughs> 血液型 AB 型です。特技アクロバット。な。なんか、体を起こすの好きで。うん、ずっと。 芝生とかで遊んでたらこうなりました <laughs>。芝生で遊んでいるとアスレチックができるようになるの？いやえアクロバットですああ。あごめんなさい。ええ、<laughs> 確かにちょっとあの似てる方向ではあるんですけど。なんか知らぬ間に側転とかロ<う>ンドとは普通にできてて、全<う>なんかこうやってシュンってやって統率やって。 ブリッジからヒュンって起きる前方倒立描いてみたいなあるんですけどすそれもなんか勝手にできてて教えないでもらわなくてもできちゃう、全然なんか体が勝手にやってくれて体が勝手にそう、うん、でもミーによく教えてもらうんですよいつもいい教えてもらえないでしょこの <laughs> 天才に天才すぎて倒立とかはね、うん、持ってあげますよギュッて倒立とか持ってあげますそれはねなんて言うんだろうなあの運動神経の良い,い悪いの問題じゃなくて それやんないとできないからだと思うけどまあそれをやってあげたりしてて<う>まあアクロバットは得意アクロバット得意です、ね、今どの辺ままでできますで<も>技的にちょっと最近やってないからわか,かんないっす最近やらなくなっちゃったんだ <laughs> やめます前まではじゃなんでやってたの機械体操やってたとかなんか機械体操はもともとやってなくて、うん、そ,のそ,その前方倒立回転とかまでやれてたから、うん なんか、あんま行く必要ないなと思ってたけどとりあえず通ってみて、うん、でもあんま成長しなかったんでやめましたあ、どうせできるところまでしか教えてくれねえよ <laughs> <そう S 1> みたいなことだったんだんうん、バク転とかやりたいんですけど恐怖心かってあバク転だと恐怖心が出てきちゃうんだ、うん、後ろがダメでした後ろがダメかはいあ<ー> <laughs> 今後ろに行った <laughs> 今分かってきたけど、はい、あれだね意外にさっきほら野口さんは見た目強そうに見えるけど、はい、性格は全然 臆病だと、おっしゃってましたが、あの全然臆病じゃない感じが伝わってくるよね。そう、強そうですね。ラスボス倒せそう。勇者、勇者って感じがする。勇者。あ、野口さん、もまだ言葉は丸めないね。臆病だけど、全然丸い言葉じゃなくて、強めの言葉でいきました。すみません、すみません。全然勇者ってかっこいいですね。やった。 ありがとうございま勇者もしくはラスボスな感じがするとじゃあそんな平さんのちょい足しははい何が勇者に足されるんだろう好きなアイドルさんはももいろクローバー Z さんでベイビーレールジャパンさん推しはかな子ちゃんと高見直ちゃんですわかるなで変な癖は食卓の椅子を2個並べて昼寝しちゃうことえのブラック企業とかにお勤めですか 何ですかあのいや、あのなかなか仕事が忙しすぎて帰れないとあの職場であの申し訳ないんですけど、やっぱ放送局とかあるわけですよみんな椅子の上で寝てるみたいなとかえ、寝ませんかえっと、じゃあ他のアイドルに聞いてみましょう寝ませんじゃあ、あのすいません、ゴンダさんからまず帰ってゴンダさん、ゴンダさん飽きてたらごめんねはい、めっちゃ 掘るいい番組だなと思って一人一人ピカモト。だって気になるじゃないですか。いい番組だなピカモト。ありがとうございますお褒めに預かり。はあのでも椅子の上で寝るか寝ないかよくあるかどうか聞き聞きたいんですけど。あ見たことないですね。見たことないそうですよ。はえそです。はいじゃあじゃ一人で聞いてみましょう野口さんどうですか。え猫かなって可愛いですね。はい。一応でもごめんなさい椅子の上椅子にこう並べて食卓で寝てる人は可愛いですかね。あ 可愛いってそんな気ぃつなくて大丈夫ですよいい、野口さんがやっぱりもうなんですかねあのこう、オタクの人らしい人間関係の不器用さが素晴らしいじゃあ稲垣さんはどうですかええ、でも硬そうだなって思う硬いよ、多分硬いよ硬いと思うよえやったことはないあ、でも AKB さん、AKB は結構なんか、なんですかね劇場とかで一緒で寝てる人とかよく見ます辛いねまあ忙しい人は忙しいもんね、本当にね じゃあ、松井さんはいかがですいやでもなんかたまーに楽屋とかでアイドルスさん寝てますよねまあ本当に忙しい時とかね、うん、あるかもしれないですけどたまにでしょ、はあ、じゃあ同じグループで聞いてみましょうか高井さんえ食卓の椅子を2個並べて<ん>寝転がるってことそうないですね <laughs> <laughs> えじゃあ,あの1個の椅子にこう座ってちょっとこう下向いて寝るのを見たことあるんですけど2つはないかもしれない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 なんか家でしか寝れないあ<ー>家,家のご飯食べてる椅子をくっつけて寝るんですよんんサイズがちょうどいいんです <laughs> <laughs> ピッタしかでも家でしか寝られない楽屋とかで寝たりはできないタイプ下向いて寝たりぐらいは横はさすがにちょっと横になって寝ることはないないけれど家ですよね家だとお布団かベッドかありますよね上行くの面倒くさいんですあ寝室は上の階にそうです自分の部屋が面倒くさい階段上がるよりま寝ちゃいたい時は食卓で寝ちゃうことが。 自分の部屋でで基本勉強しないんすよ何のために自分の部屋が確確かかににで、まあ持ってくるんですよ、リビングに、こうやって。勉強道具をそう、それでやってたら眠くなるじゃないですか、暖房がぽかぽかぽか、後ろから、隣に椅子がある、今座ってる、くっつけて、でで寝ちゃうんすよねそれを見て、高井さんは今、どう思ってるのか知りたいですね。 え、朝もそこで迎えちゃうってこといやいやいやそれはそれはさすがにないあ昼寝かゆる寝かと思っちゃいましたあ、あまさすがに一晩そこで寝てたらねよっぽど家族で揉めてるんだと思うので途中で目がそんなとこで寝てるんじゃないよって言われてえ自分で目覚ましかけるちょっと待って「うたた寝なのに目覚ましはかける」はいあの予定が詰まっているので。 結構そういった時間に関してはしっかりしてる予定が詰まってるっていうのは自分で決めるんです一日の計画をえでもそれじゃあ勉強する時間も決まってるってこと決まってますあそうなんだはいでも寝ちゃうんですじゃあそれ勉強の時間じゃないよねそれね寝てる時間だねだからその分夜の睡眠時間削るあその分で勉強今日時時間間寝ちゃったから分 こっちに寄せでも2時間さすがに寝ないからあ、そうな歌寝は30分ぐらい30分ぐらいじゃあ30分は寝る時間をちょっとずらそうとはい同じメンバーでも平井さんびっくりしてないちょっとあ高井さんなんで俺からをて2人の名前を混ぜてしまった今平井さんって言いましたた高井さん高井です高井さんもう知らなかった話知らなかったあのなんか結構勉強とか家帰ってからの計画はあの もう本当に分単位で決めてやってるっていうのはしてたんですけど、うんうん、でもその寝ちゃった分までやってるっていうのはうちの最年少すごいなってお意外と勉強ですごいできる人がするタイプじゃないどやがり仕方を今 <laughs> していただきましたけど休憩だね <laughs> そろそろねすみませんプロフィール紹介しているだけで1時間以上経っているという番組ですそ,、えー、そうなのよいっぱいでもでも分かったよねいろんなことがね 分かったと思います。一回休憩を入れましてまた戻ってきていただきたいというふうに思っておりますので、はい、じゃあいたあのアイドルの皆さんはあのー、後ろに楽屋にお戻りいただきたいと思いますどうぞありがとうございましたーありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたあが あれがゴンさんですから、ねええ、でも権田さんのやってること一つも間違ってないですからね間違ってないですもんねう正しいなと思ってどうぞ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 はい、はい、大丈夫足元お気をつけようさてで、えっと、今からです、ね、10分ちょっとですかね多分10分ちょっと休憩とさせていただきたいと思うんですがあのすみませんさっきも言いましたがここの瞬間こそぜひ飲んだり食ったりしていただきたい。 オーダーしていただきたいタイミングでしてでえっとすいません。あのここから一つだけオーダーがあって、あの10分後ぐらいに復活しますんで、パスタ用意しておいてもらってもいいですか？ちょっと欲しいよね。はい、じゃあ休憩です。後ほどまたお会いしましょう。 ななんかか大丈夫な感じですかここまでむしろこういうことだけがやりたくて僕らは集まってるんですけどありがとうございますもしよかったらあの3月の18日に次回やろうと思ってるんであのアイドルだったら誰でもいいぜみたいな DD 大歓迎ですの、ねはい、では後半始めたいと思いますんで、えー、アイドルの皆さんもう一度ステージへどうぞ <laughs> はい。いい <laughs> じゃあ座り順あそうで座り順をさっきと逆でいいんです,そうです,そうですさっきと逆の座り順に、ね、やっぱりご自分の推しの方が近くにいた方がいいという方もいると思うんで,で一番初めにさっき書いてもらったフリップの場所が変わっちゃいますねであとこの座り順で今座っていただいたところで、あのー、記念撮影を今のうちに。 最後にしようとすると、あのー、9時までにね、6日後ジャポニカさんとか終わんなきゃいけないとかあるんで、はい。撮影ができなくなっちゃうといけないんで、じゃあ、すいません、えっ、ー、と、お願いしますが、あれ、林さんいるかなあ、いらっしゃいます。すいません、じゃあ、えっ、ー、と、皆さん、バット並んでいただいて、この状態で、はい。えー、今日この状態で今写真撮らないと、この後面とかすする人がいるんで、えー、はい。 じゃあ、えっと、お願いします。はい、じゃ、行きましょう。あ、じゃ、あすみません。皆さん、皆さん、あの、こういう時に審査員じゃなくて、楽しい気持ちになって見ていただいていいですか。はい、身内の七五三ですよ。はい、楽しい。はい。<laughs> 大丈夫ですか。ありがとうございます。あり,ますありがとうございます。さ、そして、えっ、ー、と、あれですね。この休み時間中に、皆さん食べ物のオーダーとか、ちょっとしてもらったり。してるので、もう本当気楽に食べながら。 お願いいしたいんですけど先ほどお願いしたやつの中にあの沖縄そばがあったんですよね。ですよね。でそれをはい、思い思のめっちゃ見られた <laughs>、はい、高井さんにチャレンジしていただきたいはいというふうに思うのですがるかな,来るかなで、逆に言うとすすれないっていうのは分かるすすれないってあんまり麺,すす、えー、麺食べない。 え、ロッかジャポニカはあんまりアジアじゃない口にで活動が進んでるとかじゃなくてでも他のメンバーは結構ラーメン食べますねあ、この二人が特に食べないの私は食べるんですけど、もぐもぐと食べる食べ方の問題食べ方の問題あんま食べないそっかあ、対してあ、ミックスナッツはあミックスナッツミックスナッツミックスナッツねアスリートの食べ物だようん な <laughs> んで匂いい燻製、燻製。燻製って初めてだからどんな匂いするんだろうなと思ってあ、まあ、やり方がいろいろあるからね、はい、ナッツに火を入れる方法もね。さて、じゃあ、まあ、順番でだらだら出てきますから、その間に来たところでやりましょうか、来たところでやりましょう、じゃあ、質問の方に先行きたいと思います。はい、じゃあ今回はですねあのアンケートトークとして、いろんなこう<ー>あのアンケートを事前に答えてもらったんですけど、<ー>6問もあったんですけど、時間的にいいところ2問ぐらいしかできねえなということで、<んー> <laughs> えー、今、なっております。後ろの人見えななかったらごめんなさい えー、今日のイベントが行われている場所は渋谷ですが、えー、あなたにとって渋谷といえば何でしょうこう渋谷といえば思い浮かぶ好きな場所とか渋谷の思い出などを教えていただきたいと思いますじゃあ,あの座り順で平さんからいきましょうかはい、はい、私は、うん、渋谷1 0九ですねお<ー>あれグリップって書いてもらったえあ書いてい,いいいいいい1 0九ね あ、そう。あ、すみません。なかった。いや、書いた人もいるんだと思うんですけど、どっちでもいいです。あ、すみません。全然いいです。え、あの、その程度の手続きを今さら気にすると思いますけそうですね。そう、109で、最近お洋服買うのがそこなんです。あら。最近デビューして。アイドルっぽい。でも、ほぼほぼ、ママが買ってます。 <laughs> あ、そうなの？はい、お母さんが一丸九で買ってるのじゃなくて？そうです。<え>時間がなくて結果いつもママが買ってきてくれます。一丸九で？はい。お母さんに一丸九にオーダー出すの？<laughs> あのマウジーでこれが売ってるからみたいなのをやるわけ？いや全部ママセレクトです。<laughs> それはもうほぼあれだよね。お母さんが あのアマゾンで買ってるのと別に変わわらないわけででですすよねそうですでもやっぱサイズ感とかあるじゃないですか結果言ってないから意味ないと思うんですけどまあでもお母さんだったらまあ娘の感じは分かるかもしれないですよねああそあああそんな話をしてるうちにガチなそばましたねあったかいじゃあ,あの多分これ伸びちゃったりすると大変もったいないと思うんでちょっともうこの段取りでそば行ってみます いただきますあ、じゃあすみませんマイクをえっとじゃあマイクを持っていや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 はい平さんお願いしてもいいですかはいこうですかあ、そんな感じそんなに近くなくてもいいけどもうちょっと余裕持ってていいけどうんこの状態でまずいただきますどうも丁寧なこうやって食べればいいのなんで海外旅行に来た人みたいなやつインバウンドが今麺食べてるみたいないきます の。あ,あ、うん。ちょっと今、何か、ワあ、ワあ、ワあ、っていう感想が。<laughs> 難しい。難しい。あの、すみません、松井さんが、いや、いや、いやってです。感じ <laughs>、ええ、はい。はい。すみません、共有してもらっても、大丈夫ですか。お箸、もう一つとかもらえます。大丈夫かな。せめて、お箸を共有、いい共有しなくても、いいかもしれないみたいな。 ああそちらにあります。あすいません割り箸がありましたんで、すいませんあのよくラーメンを食べるという松井さん行ってみてもらってもよろしいですか。ええ松井さんちなみにラーメン食べるとなったら何系どれぐらい食べるとかあるんですか。ええ何系？家系を。おおお。かなりこってりしたね。家系をご飯と一緒に食べます。おお。 本当に男子飯だね。はい、完全に。でちゃんとあのレンゲに米乗せて、胡椒をかけてスープと一緒に食べます。大好きだね。そうなんだ。え横の人はクリームソーダだっておっしゃってたんですか。え皆さんラーメンでもいかない。ラーメン大好きです。あ大好き。はい。あすすれる。はい、すすれます。じゃあまあとりあえず松井さんいってみましょう。いただきます。じゃこれをちょっとこれはあの高井さんはちょっと見てて世間の人はどうやって食べているのか。 いい匂いすいい匂いする沖縄そばですかですって沖縄そばですってきれい、まあ、すごいなんでしかも全然本当にきれいにちょっとちょっと今のを踏まえて今のを振り付けだと思って振り付けまんまあええ、ちょっとなんか短め選ぶと<あ>短め分かりましたしまさかのアドバイス <laughs> 麺をつす,することに関してのアドバイス。短め短めこんなことあるんだな。じゃあ、はい、じゃあ行ってみましょう。行ってみましょう。あでもなんか行けそう。まあちょっと行けそうだけど。うどうでした？ 美味しいです。味の味の問題。あれだね。あのちょっと汁が怖い飛ぶのが。飛ぶのが怖い。上品なんだね。いや、そうでもございません。いや、もうその否定の仕方がきとく。きっともう前世王女様だ。そうなんですよ。きっと。なんですかね。あ、そういうの、あ、そういうのいた時に、こういう対応されるタイプなんですね。わかりました。ありがとうございます。さて、じゃ、あすみません。話が、えっと、さっき渋谷の109でお母さんが服を買いに行く。っていう話ですよね。お母さん一人で行ってんのかね。 そうですねあ、私とかが渋谷でライブしてる時に<う>あの特典会とか見ないじゃないですかやっぱまあ、ライブは見ても特典会親が見てるってあんまないねそう,そう、だからカーモンの駅あ、その渋谷でイベントをやってる時についてきたお母さんが特典会の間に1 0九行って服買ってきてくれるんだ <laughs> はい、服買ってきてくれなる,なる意外な効率的なシステムよねそう、あの、性格が似てるんですなんか全部計画的にやる あーなるほど、うん、そうかそうか人間たちで人間たち お母さんもお母さんもそういう言い方をするタイプしないかなもっとしっかりしてますもっとしっかりしてる結構しっかりはしてるよいろいろとありがとうございますごめんガチで照れてるなさあ、これねももクロで言うと佐々木さんを相手にしてるときと同じ気持ちになりますねでも圧はそうとよく言われるあと髪のの毛量しゃべるときに目がちょっと大きくなってどやって顔になるところは見た じゃ、あ続いて、はい、高橋さん、いろいろチャレンジしてもらいましたが。はい、え、これはアンケート渋谷とは。渋谷とは。渋谷,とは渋谷。ちょっと二個あるんですけど、一<お>個目が、<う>あのライブハウスですね。あ、そうね、うん。すごく渋谷で、渋谷のライブハウスで、うん、あの。何回かライブやらせていただいてて。うんうん、で、結構あの、自分プロデュースのライブとか、その、何だろう、大事なライブ、大事。 <laughs> 緊張するライブも結構あるのでちょっと渋谷に来るとそういう緊張も思い出したりああでもう一個あどうぞどうぞもう一個はもう一個が東方シネマズ渋谷です <laughs> いきなりスポットになりましたね東方シネマズ渋谷はなぜミート前映画見に行ったからですあそうなんですよえー、よく映画見に行きますねあ一緒にはい<ー>映画好き好き,好き何を見てたんですか二人は 渋谷のシュガーラッシュとかあ<ー>最近だとグリーンチどこで見たグリーンチは渋谷じゃないのなで知ってんの <laughs> 知ってましたそうです豊洲です豊洲だね豊洲だ豊洲ブログかなんかに書いてあった書いて書いてあった私インスタ載せたかも、はい、ちょっと自分で書いたのにああ <laughs> そ,<う>そうですね高橋さんは自分のブログの内容はあんまり覚えてないの自分のブログの内容…え 覚えてないですね。覚えてないな、うんだ。そうか。か私も覚えてないもん。そっ<う>か。<laughs> 人のブログを見るのは好きだけども。<laughs> 本当に人のばっかり見てる。人のばっかり見てる。なるほど。あ、で、そして、あの、皆さん出てきてるものは、もう、もりもり食っていただいて、大丈夫ですか、ね。<laughs> はい。うん、本当だ、いっぱい料理が。がまた、権田さんが、あ、権田さんが野口さんに。お<ー>。 なんか最善の女の子がずっと見てて、野口さん可愛いと思って見てる人にあの代わりにねあれでしょあのゴンダさん猫に餌をやるのと同じ気持ちだったでしょ。似てた？似てる感じ？強いなって思って女だったのかと。いろんな強さがありますけど、どの強さでしたかねこれはね。野口さんに対する思いの強さ。思いの強さが伝わってちょっと。すごいねブロックサインだけでここまで伝わったのすごいよねお互いに。 あ、そういえばブロックサインって曲ありますねはい、あります。だから、すごい繋げてくれたのかと思って入るか入らないかめっちゃ迷ったんでまあ、それでもいいですけどはい、ありがとうございますじゃあ、のプレイウォールズははいい松井さん的にははい渋谷といえばちょっと似てるんですけどプレイウォールズの活動本拠点球場にしようぜ渋谷なのが多いですね。なんか大切なライブってとかは割と渋谷が多かったりとか そうですしょっちゅうもう収録とかで渋谷収録やばい時はやばい時は <laughs> やばいかもしれないけどいやいや収録は多すぎでしょうあでもほぼ,ほぼほぼ渋谷です活動がイベントはい、えー、確かに僕もこの間 WWWX 行きましたありがとうございます、ね、その前新宿ブレイズとかだったじゃないですかあそうですそれは異例 渋谷から新宿ぐらいはさほどでもないででも許容範囲すけど渋谷から離れるとどんどんパワーが落ちていったりするずっと渋谷でやっていたいいや全然球場でやりたいですそうだよねやれるのならだけど渋谷といえば活動拠点のイメージはいそうですね多い多いですじゃああんまりプライベートとかでは来ないいやでもオフの日も買い物するのが好きでめっちゃ歩くので。 いますから週7で渋谷います週で渋谷に行ってでる、オフの日も割と来てますね。ってこと服好きだもんね、渋谷気がちだよね。気がちです。今、すみません、みんなが食べてるところでこれ飲み物ないと辛い人いるだろうなと気づきまして飲み物もあのなんとなくオーダー取りに来てもらっちゃってもよろしいですか後ろから話しかけてもらっちゃって構わないんでじゃその間に、えー、と出身岡山っておっしゃってましたよね。 あの、稲垣さんそうそうはい、そうです、ね、そんなには岡山人揃ってなかった <laughs> そんなには揃ってなった <laughs> なんかだって、あれしょ稲垣さんあの、人生で初めて一人で県境を超えたのは AKB の握手会だったんですよはい、そうです、うん、なる前の段階だそうですけど何の時に超えたんですか県<ん>…えっと、ごめん、もしかしてさ今日ここまで何が喋られてるかほとんど分かってないもんね <laughs> 大丈夫、はい、えっと、初めて一人で県境を超えたのは AKB がきっかけはい、そうですねなんでこれクイズの出題者みたいなあの、それは何の時でしたかえっと、ギブ・ミーファイブの握手会の時です誰かと握手したかったはい、前田敦子さんとしたくて行っちゃいましたで、行ってみて握手はできたできなかったですやっぱりあ、できたんですけどえ、どういうこと え、なんていうか何も話せなくてはがされました無言のまま56秒いや2秒ぐらいです2秒その時の前田さんとかだったらそうかもねはいそれで剥がされたということはじゃあ仕事始めるまであんまり渋谷とか来たことないあじゃないそう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 そのために聞いてました AKB48 のオーディションで初めて渋谷に来ましたあそうなんだ <laughs>、はい、はあ <laughs> でもさオーディションとかってまずあの、会場にたどり着けるかどうかっていうのがちょっと不安じゃないですかあそうですねでしかも渋谷ってあの、東京の人間でも一番迷いやすい街の一つではあるんですよ <laughs> なんかちょっと道路とか入り組んでるし出口も駅いっぱいあるしみたいな感じになってるんですけど大丈夫だった いや、大丈夫じゃなくて、うん、結構うろうろしちゃったんですけど、うん、なんか、それっぽい女の子たちがいたのでついていきました。オーディションに行く人に違いないこれはと、はい、えー、でもひょっとしたら「プレイボールズ」のオーディションだったかもしれないあり,えありますありまね。<laughs> 活動拠点渋谷だししかもなんとなく知らないうちになっちゃった一緒のグループだったかもしれないのでよかったね AKB グループなんでそれるんですかひどーいひどいこれでも誇り持ってやってますいいややよだから僕はそれが面白くて大好きで通ってますから今通ってますけど稲垣さんがこれでなんか We are u m p とかやったらちょっとすごいじゃないちょっとグループ変えた方がいいよって言います私も まあでもそれでオーディション受けたけどまあでもオーディション以外にも圧倒されることいっぱいあったでしょなんかなんだっけエスカレーターの位置なんか立つ位置が違うなとかああそうか関西関東で右左違いますからね大阪境ぐらいで関東かなそれも違うしはいぐらいですかねトラブルは他にもいろいろ違いはある気がするけどトラブルはなかったトラブルはなかった オーディションではトラブルあったんですけどトラブルあった <laughs> オーディションはどんなトラブルが？なんかどこの席に座ればいいか分かんなくてあーあ,あ、何喋るわかんないあれかわいえ、今どうしたのなんかもうあの喋 <laughs> ってる最中に人格が入れ替わったみたいなオーディションで座る場所が分からなくて、はいはい ここまでは前の実家が喋ってくれてたんですけど一体…そうですねえ、言えないのここからいや、言えますえ、すごい、自犯罪を犯してるとかじゃないじゃなくてどこ座ったらいいかわかんないねってみんなで話してましたねみんな…分かんない解決しなかったのその問題しなかったですわからないままみんなでわやわやしているうちに次の人みたいにはい、そうです呼ばれたと いうことでですかで終わってよくさオーディションで絶対受かったって思う人と無理だと思ったのに受かった人とかいるじゃないですか、はい、どっちでした私は無理だと思ってたんで、うん、もうあの親と来てたんですけどもう<ん>その後ディズニーランドに行く予定を立てててだから <laughs> <laughs> やべえと思って <laughs> えやべえと思ったってどういうこと <laughs> え受かるなんて思わないじゃないですかい,いや知らない知らない <laughs> それは誰かは採用するためにオーディションを行っていらっしゃるんでしょうし。<laughs> うだからもうす眼中になくて受かるっていうのは <laughs> なのでもうすごい夜遅くにディズニーランドに行きましたあ行ったんだ結局 <laughs> 合格だよって言われて説明を受けてからじゃ<で>スターライトパスポートみたいなそんなんで行ったんだ <laughs>、はいはあ、じゃあもう結構東京満喫して帰ったわけですねそうです <laughs> オーディションと言いつつへえー、じゃあそして野口さんはい野口さんは渋谷といえば何ですか渋谷といえば、うん ララーーメメンンがが美味しいあまたた派が現れ私もすごくラーメンが好きで家系ラーメンとかもすごく好きなんですけど<う>なんか今年やっぱりインフルエンザ流行ったじゃないですかん<ー>でなんかテレビで<う>家系ラーメンが風にいいみたいな <laughs> やっってたんですよあのえっとね僕放送業界の人間なんですけどそれあの言ったら薬事法違反なんだよ。<laughs> <laughs> <laughs> 多分、あの、間違って理解してると思います。ごめんなさい。いや、別にごめんなさいって、なん、あの、それは犯罪は誰も犯してないんで、大丈夫なんですけど。今、これ、ショールームでやっても、これは配信ですから。見てるやつは自己責任ですからね。一応言っときますけど。自己責任ですからね。っていうのを聞いて。あ、そうなんだと思って、なんか、ラーメン、渋谷って、すごいラーメンが有名なイメージがあったの、まあ、いっぱいありますね。あったので。で、豚野郎。ある、ある。 がめっちゃ好きなんですよ豚野郎大好きなの大好きなんですよすみません、私豚野郎大好きですって言っていただいてもいいですかいいんですかはいきます私豚野郎大好きですはい、ありがとうございますニンニク、ニンニク大量に入れて食べましたそんな、そうだったんだはい。なので、今年はインフルエンザにかからず元気に過ごせました うんあの正しい医学的知識を知っているはいはいそっか他には何かしに来たりはしないんですか渋谷ですかまあ池袋かお宅だとそうですね池袋か多めなんですけどあでもあの多め多め多めね多めだわ十分遠くまで行くなと思ってえでもなんか前に渋谷でなんか私の好きなゲームのやつがこう大きいモモニターで映るっていうのがあって で時間帯が決まってたんで、夜中…夜中夜中ではないけど、夜にその映像を見に渋谷でずっとこうやって待機してました。カメラ構えて、本当タそこまでやってたのやってました。ペルソナかなんかはな。あ、A3 です。A3。A3 か。A3 ってイケメン系のゲームがあるんですけど。そうです。すいません。そっか。役者さんを育成しているらしいですよ。はい。じゃあ、すいません。長いことお待たせして、すっかり…すっかりおくつろみの…すいません。ゴンダ様、お願いいたしますが、渋谷といえば、 他の方とは違ったハチ公あなたが一番渋谷というか東京に対して立ち向かった人じゃないですかだからこそだからこそなんハチ公って初めて待ち合わせした時のことを覚えてるんですよすっごく怖くてあ、そうなのちょっとやんちゃな人たちがいっぱいい,、まあ、いるよねすごい怖かった。 で、他のメンバーと「えたあなんかハチーで待ち合わせね」って言っても「ハチーで会えないんですよ人が多すぎて」<ー>で「やっと会えたね」って言って<う>渋谷の伝え多い人まで行くっていうのをすごい覚えててそれなんで伝え多い人行ったんですかそれはライブで自分の自分の自分のライブで <ハチ S 1> 自分のハチー論まで待ち合わせしたのそうなんですメンバーみんなで待ち合わせしておお 分かんないメンバーもいるから手つないでい怖かったね大丈夫大丈夫みたいな、うん、やり取りしたのめっちゃ思えてますそんなに怖くはないと思うけど <laughs> いやめっちゃ怖いんですよ田舎者からしたらあ<ー>すっごい怖かったイメージがあったのでい思い出思い出ということで渋谷っていうだけでもみんな結構いっぱいありますねあ<っ>さあじゃあそれではそろそろもう残り10分切っちゃったんで、えー、と最後の質問に行きたいんですがもうこれ岡ジャポニカのお二人からパッとやっていただきたいと思いますはい、はい、じゃあ行きます えー、こちらでございます、じゃん最近、えー、平成最後の許してにゃん選手権、あなたが最近してしまった、許してほしい失敗やドジを教えてください、その失敗やドジを言った後許してにゃんと可愛く言っていただきたい。<laughs> はいえー、これ、ちなみに、あの許してにゃんっていうのは、よくやってた方は誰かって分かりますよね。えもう田さんは当然分かる 小田さんはもうめちゃめちゃこう揚げ物を触りながらオッケ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 やっていただいてわかりますあ、わかんないやっぱり若い世代だと許してにゃん許してにゃん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 の語尾の人がずっと言ってたわけではないんだけどわかんない誰だろうしょ、平成も遠くなるんでしょうねその日嗣永桃子さんが昔ずっとああ、ーごああ、わかったあわかりましたえ、なんで っていやいやなんでじゃないよ名前までバッチリ言ったじゃないえじゃあちょっとあの高井さん教えてあげて教えてあげて平井さんにえああの昔名前聞いていいですか次次次もももももちももちそうそうももちでいいです大丈夫ですかああなるほどこういう認知のされ方なんだなえごめんねおっさんたちはビリーズ工房のあの始まりから終わりまで全部見てしまったのでおっさんとしてはねうん じゃあ、それでは、はい、えっと、これを、なんか発表していただきたいと、思いますので、はい、じゃあ、えっと、いきましょうか。じゃあ、座り順で、皆、はい、さんからお。失敗ですよね。そう失敗とか、なんか、言って、てちょっと話を聞いて、最後、あの話を聞いた後に、みんなに許してもらうために、許してにゃんっていうのは。あ、一応ポーズありますからね。えー、そうなんですかはい、ポーズ、あ、もう、権田さんが今こう、権田さんがこう、やってくれてる。あれ、あ,あれ、あれ<ー>、あれで、許してにゃんって言っていただきたいと思います。う、はい、ん、失敗。 なのかなわかんないけど別に許してほしいものではないんですけど強いね性格ほんとにもうちょい柔らかく頑張ります大丈夫大丈夫それはあごめんなさい佐々木さんも一切治ってないから大丈夫大丈夫んか雪の日メイクさんと車とか大丈夫だったっていう話をしてたんですけどなんか「スタッドレス履いてるの?」って言われてあ 履いてますっつってはい、今日床がボコボコの靴履いてきましたって言っちゃって <laughs> 確かにそう、うん、あの別にスタッドレス履いてきたっていうのはそういう意味じゃないから車のタイヤだから私知らなくてあ知らなかったんだそうあ,あ間違えて靴履いてきましたって言っちゃってあー<あ>スタッドレス知らなくて許してにゃんおおおうなんか嫌ですねいや、良いドライさん、ね、え。 多分大丈夫大丈夫、許してにゃんって本来自分からは言わないタイプなのよく分かわかりましたので分かりましたやっていただけて貴重です、はい、えー、じゃ高井さんお願いしますはい、失敗本当に、まさに今日、うん、数時間前なんですけど、うん、あの駅のエスカレーターで自分の履いてきた私服のロングスカートに足を引っ掛けて転んでしまって大丈夫でした <laughs> え許してにゃんいや、お<ー>すごいそう、エスカレーターで 今日ロングスカート入ってきてて自分で自分のスカート踏んづけてそのまましてって今同じ話が2回目ですほぼほぼ完璧に繰り返してもらったけどああ、危なかったねでも怪我はなかった怪我はなかったねちょっと手が汚れたぐらいでああ、でもだからさっき手洗ってきてもいいって言ったのそうそうなんか待ち合わせしててんで、なか急に手洗ってきていいって言われてあっどうぞと思って転んで手汚れてでもそのまま電車乗っちゃったから 電車降りてミーに会ってちょっと手洗ってくるって言って<ー>だからか、うん、ステンコロにしちゃいましたねかな,かたんなんかあ手汚れたの嫌だったのかなみたいななん,かなんかあったのかなと思ってーなんかもう二人の性格が全然正反対だね <laughs> でも二人ともベビレ大好きなんだね。はい。そうでしたか <laughs>、はい。じゃあすいません。ちょっとお時間が9時が近づいてきちゃったんで、ちょっと先に、あの、ロッカジャポニカからのお知らせをぜひ<あ>、一言。はい。はい。はい、えっと、ロッカジャポニカなんですけど、4月29日に、平成最後のワンマンライブを中野サンプラザで開催しまーす。<っ>ありがとうございます。絶賛 <laughs>、チケット一般販売中なので、皆さんぜひチェックしてください。 はい。そして、その仲間に向けてレベルアップをするため、うん、レベリングツアーを開催中です、えっと。ちなみに昨日は京都に行ってきたんですけど、次は、えっと、2月24日、名古屋ラットホールでライブをするので、皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうね。 ここ渋谷ですけどショールームでご覧の方もね、いらっしゃるはずですからねショールームなんかありがたいことに8300人とか見てくれて意外なほどに見てくれてありがたいですねす<ご>で。ということでとでもも本当にもうロジャポー今僕、これ先週も実は、あの横浜アリーナでももクロのイベントの前とか出てくれて <そう S 2> 見たんですけど正月も見ましたけど今めちゃめちゃバキバキしてて、てもとてととも、も心地のいい。でも推しは違うメンバーなのでそれなんか聞きました。<あー S 2> <laughs> ちょっとラジオ聞いちゃいましたねちょっと僕はショートカットに割とうるさい人生を送ってきていまして内山さんいいなって思ってました内山さんよりの発行しにぜひなっていただければそろそろ9時を迎えようとしてくださなんてそういう風にウエッするんですかそらされたはい。ということでまずはロッカージャポリカのお二人だけ先にご退場いただきたいと思いますどうもありがとうございましたありがとうございました はい、ありがとうございました。あ、あの食べたかったら続き持ってってもらってもいいですし、あのそのまま残しておいていただいても大丈夫ですけど。けあ、じゃあすいません。スタッフさん、後ろに楽屋に持ってってもらってもいいですか？ええ、じゃあ、じゃあ沖縄そばとえっ、ー、と燻製ナッツを持ってっていただいてもよろしいでしょうか？ええ、飲み物持ってきます。はい、いってらっしゃい。ありがとうございました。ありがとうございました。 はい、ありがとうございます退場 <laughs> の際にもりもり食べてるゴンちゃん素晴らしいと思う <laughs> いいよね自分のペースでやってもらってねめっちゃおいしいですよ<や> <laughs> バッファローチキン食べてほしいですおすすめおすすめですあもうでも本番がおろそかになるぐらいですから<え>ぜひ皆さんもお召し上がりいただきたいと思いますっゃいいじゃあ「えー、と許してにゃん」選手権いきたいと思いますが、うん、松井さんやんなそうだねこういうの <laughs> やんないですだよねでも松井さんちょっとこうなんか失敗を先教えてもらって、えーはい、最後「許してにゃん」で締めてもらいたいと思うんですけど、はい、<laughs> まず自分で笑っちゃう <laughs> えじゃあどんな失敗がありましたか、はい、いきますでん 一兆円で入院して PV 撮影が私のせいでリスケして許してにゃんちょっと <laughs> <laughs>、はい、あのあんなにがっつりご飯ばっかり食べてるんですよね <laughs> 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 そうなんです一兆円っぽくなくて全然一兆円っぽくないその、うん、<laughs> なった時に気づかなくて、うん、あの熱が出てるなみたいな。 40度くらい出たんですけどちょっと子供らげに言ってるけど結構大変よ違うんですでも40度出たのにめっちゃ動けるみたいな怖いわこの40度なんかいけるわってぐらいで度いけるわ仕事してたんですよで次の日になんかちょっとお腹痛いなと思ってこれインフルエンザだって思って病院に行ったらインフルエンザの検査する前に血抜かれて 炎症がもうひどいことになってるからこのまま入院してくださいって言われて<え>そのまま家に帰れないままあの放り込まれていやいやいや治癒入院ですから <laughs> 治療のためですけどで「お<う>いやダメです」みたいな PV 撮影があるんで「無理です」って言って「無理です」って。 っってて言い合病院病院 VS リチウムの戦いがもうスタッフさんはもうそこまで来たらもうリスケにして違う日にするからいいよって言ってくれたんですけどまあ私的にはいや無理ですっっってえ、どどちちがが私に会わせてもらわなくても私が出るんで大丈夫ですみたいなでは私は退院していきますはいで揉めて病病院…院と揉めたの病院と戦って負けて。 相手強なもう全然出させてくれなくてなんか個室にも放り込まれてそんなレベルの何めっちゃ繋がれてあのあれ天敵をだかをそのままそんなに暴れたのかと思ったうそのまま抜け出せない感をすごい出されていや抜け出せない感じゃなくて事実あなたのご体調ですよででま退院一週 4日ぐらい入院して退院した次の日が PV 撮影で無事撮影をしまして、うん、大丈夫だったんですけど、うん、大丈夫だったわけじゃないけど、まあ、無事終えましたと <laughs> いうよりも普通はこう40度も熱があってしかも一定胃腸炎で炎症ひどいことになってるって言ったら、はい、簡単に折れそうだけどその根性は一体何なんですか <laughs> え全然だって動けたんです。 だけどはい、だって4曲40度でやったんですよええでも全然本当に痛くもないし痒くもなくてなんて言うんだろうもういけるみたいな踊れるみたいな感じだったんですで入院しなきゃいけないほどだったわけでしょ入院中もじゃあ元気だったのわりかし元気で食欲もすっごいあるのになんか食べちゃダメみたいな水しか飲んじゃダメですって言われて食制限全部だ 断食みたいなのをすっごい長い間させられてでも昼はあの結構ご飯のテレビとかやってるじゃないですかもうきつくてきつくて本当に退院したら何を食べてやろうと思ってで退院してしゃーと思っておでん食べれると思っておでん,おでんだったら消化いいからいくらでも食べていいと思ったんです私。 消化がいいものだったら食べていいよって言われたんで制限、うん、その量は制限ないと思ってあるよ <laughs> で、めっちゃ食べたんです、うん、そしたら消化できなくてにあの、救急車で運ばれます <laughs> <laughs> あらすいませんすいません松井さん松井さん、はい、PV 撮影ではなくて医療関係者にごめん許してにゃんって言っていただいても先生先生許してにゃん <laughs> 心こもってないね <laughs> って感じです、まあまあ、で大変な。 日々が続いてました大変な日々がもう万全全然万全ですもういくらでも何でも食べれますでも選んだ方がいいよ気をつけた方がいい時気をつけた方がいいからじゃあとりあえず今医療関係者の人の怒りはこれで収めていただきましてじゃ次稲垣さんいきましょう稲垣さんはえっと 許してにゃ、やりそう、やりそうっちゃ、やりそう。やりますね、よく。<laughs> よく、よくやるの。よくやっちゃいます、いろいろ。はい、まず、そもそも、ちょっと、どっちのことして、しまいがち。はい。あら、じゃ、最近、したことで言うと、なんでしょうか。あ、これですか。あはい。あ、これは、先輩を、同期と間違えて、タメ口で、話してしまいました。ああ。これ、先輩によるよね。はい。あ、先輩、あのー、僕。 わかるかどうか分かるんですけどちなみにどなたを間違えちゃったんですか2人間違えちゃってえ一回じゃなかったの二回です二回連続ではいあら、まず一回目、あの、仰天ゆりなさんどんなタイプの方です優しいですあまずはもう一人、佐藤あかりさんと間違えた優しいです優しい二人とも、特にじゃ間違えてえ、どうやってか話しかけちゃったのなんか、同期だと思って完全に思い込み症候群で症候群 もうその思い込み症候群が秋元氏の新作タイトルっぽいです。って思って<う>なんか髪の毛くくりたくてでもゴムがなくて<う>ねえごめん、ゴム貸してくれん本当とごめんね忘れたんよって言ってたんですよ<う>そしたらなん,かなんか反応がおかしくてであれって思って顔見たら先輩でああと思って<う>。<laughs> そのあとどうすんのリアクションとしては本当にごめんなさい間違えましたって言いましたあそしたらいいよいいよと普通にあ、全然いいよってまあそうだれが1回で回、もう1回はもう回はなんかケンタッキーがあってで「ねえねえこれ食べていいと思うこのケンタッキー」ってって話しかけたらそれの先輩でそしたらそしたらそしたらあいいんじゃないって お母さんみたいなねリアクションがねあ違うなって思って「ほんとごめんなさい間違えました」って言いましたたら「そのだとはいいんじゃない?」って言ってるぐらいだから「あ全然大丈夫だよ仲良くしようね」って言ってくれましたむしろ怖いわ仲良くしようねって言うっていうのがむしろ怖いかもしれないそっかでもじゃあこれは許してもらわないとはいじゃあ「許してニャン」って言ってもらってもいいですかはい先輩と同期を間違えてタメ口で喋ってしまって「ごめんね許してニャン」 え <laughs>、ゴンダさんがアイドルってこういうこと言うよねって顔してる <laughs> <laughs> 別にこれもお仕事ですからねマ <laughs> イドルに重要なお仕事ですからじゃあ野口さんはい,いしろか野口さん野野口口ささん。野口さん,野口さんこれいやるこういうタイプやらないです、ええ、やらないけど、はい、例えばじゃあその A3 のキャラクターが許してにゃんの限定映画出る、はい はい、そんなイベンます、はい、じゃあ逆の立場のそう逆の立場を想像してください、はい、イコラブにそういうのを期待してる人はいると思って<ー>これに臨んでいただきましょうはいわ、はい、かりましたじゃあ最近してしまった失敗ははいじゃじゃんスイッチが欲しくて っていう話なんですけどスイッチが欲しくてまでは別にまだ謝らなくていいでですすよねねそうここからなんですけどおうおうあの私結構思い立ったら即行動の人間である日突然スイッチが欲しいってなったんですよおうおうそれでお母さんに急遽電話しておうおうごめん今さっきサイトでねスイッチが欲しくなっちゃってちょっとスイッチの値段を見たらちょっと今の金額じゃ足りないんだって言っておうおうだからお金をちょっと貸してほしいって言って。おうおう <laughs> ちょっともう早く早く早くちょっと口座にお願いって言ってでお母さんに振り込んでもらったんですよえそれで本当に振り込んでくれてお金をその瞬間にすぐすぐ振り込んでくれて大丈夫大丈夫俺俺詐欺とかじゃない違う違う違う違います本当に欲しくてそれでそしたらで私が銀行でお金を下ろしてもう大金を持って。 あの、行ったんですよゲームセンターっていうかその売ってるお店にゲームショップゲームショップに行ったら、うんうん、あの、ゼロの数を読み間違えて3万を30万だと思ってあ大金ってそれは大金だねでこんなお金持ってきたのに3万と思って、うん、あめっちゃ安いやんと思って <laughs> でもそれをあの、恥ずかしくてお母さんに謝れてなくて。 謝んないダメだよだって、間、まあ、違い、うん、こんな18歳になってゼロの読み間違いなんて恥ずかしくて言えなくていや、ちょっと待って、お母さんもだって、ニンテンドスイッチって言ってんねん、僕 <laughs> いや、そうなんですけど、はい、なんていうんだろう、お母さんも同時に謝ってほしいぐらいの感じがするな、<laughs> <え>じゃあで、ちょっと待って、それで気になるのは、はい、当然だけど、あの、そこで、ニンテンドスイッチ10台買って帰ってないですよね。<laughs> 一台だけ買ってその後でもお母さんに事情を話さないと返金できないじゃない返金してないですえいや、絵じゃなくて絵じゃないよええいや、普通に考えたらいやまず振り込んでくれるだけでもお母さん優しいなですけど普通え、何お母さんの席王とかだったりする違う全然違うんですけどいやもう振り込ん…私の口座に振り込んだってことは もう私のお金…違う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 え全然野口家の生活費とかの関係がありますよそれ本当ですかはい。ああ…謝っときますそれはね、あの今謝った上でちゃんと振り込み直してくださいわかりましたこれはした方がいいですねじゃあのとりあえず振り込む…必ず振り込むので許してくださいの思いを込めて可愛く可愛く全力でにゃんってやってくださいはいお母さんお金を 無駄にしてしまってまだ違う、まだ無駄にはしてない <laughs> まだ無駄にしてない <laughs> まだ無駄にもしてない無駄,無駄にしてないけど <laughs> もうお金を間違えてあのちょうだいって言っちゃって許してにゃん <laughs> これはどうなんだろう父親だったら100%許しちゃうと思いますけど <laughs> お母さんだと、何やってんのよ、あんたっていうことになりそう、なりかねない可能性もありますね確かに、多分放送を見てるんで、今、少年も見てないつもチェックしてるんでそうだったのねって今、お母さん思ってまお母さん、コメントしてるかやだやだ、たぶん今 LINE でそうだったのって絶対 LINE に来てます、今すごいなーえー、かいけどあかんって言われてるじゃあ、そして最後にさあ、ゴンダさんの許してにャンは割と すげえ達人の笑いだはいすいませんじゃあやってしまったことと許してほしいことはいえっと交通の期限が守れないあのもうこれ確信犯なんですけどあ確信犯なのしかももう無理なんですよあの今のご時世あのご時世て言うんですか 紙で出すのってなくないですか紙で書いて提出しなきゃいけないんですよ結末にああ、まあ、そんなアナログなことあります <laughs> いやまああの事務所によってはまあ事務作業そうなってるめちゃくちゃすごく手間のかかる作業で、うん、もうアイドルの仕事の中で 自分この仕事が嫌いで交通費の生産が <laughs> でもお金もらえないからやんなきゃいけないんですけど今までに1回だけ守れたことがあるんですけど<え>それ以外は待ってください活動歴何年ああのこの事務所になってから紙で出すようになったんですよ、はい、で今の事務所になってからああそれでもそんなに短くはないはまあ1年ぐらいの中で一回1回しか守れてないんですけど守れないとどうなっちゃうんですか 守れない時は、まあ、うまいことやってもらってるんですけど <laughs> うまーくちょっと裏でやってもらってるんですけど私は。 もう少し座ってるマネージャーさんちょっと困らせていつも早くくれって言って本当そうでしょうねちょっと申し訳ないなってそれだけは思しますねいや申し訳ないってことは改善できることじゃないですかこれでもできないんですよやってみてください本当に面倒くさいって違う会社員だからやってる書いてえっとパソコンですねですよねそこなんですよパソコンやる パソ,パソコンのやるパソコン…あのデータで送ったらペッていくんですよデータで送ったことがあってなんならデータであ,あそうなんだ勝手に<う>みんなが他のメンバーが紙で出してる中<う>自分だけ勝手にエクセルとかでパッと書いて <laughs> そしたらすごい面倒くさいって言うんですよええー。そっちの方がでもそれプリントアウトすりゃ済むよねそうなんですけどめんどくさいみたいですエクセルじゃだめえ何でですか何で送ってるんですか んな、ですかねもう一回計算しなきゃいけないやつなのでエクセルだと思ってるもので送ってるんですかなんかアプリでアプペぺペぺペぺペってやってるんですけどアプリでペッペペってやってるんですかそれだったら早くできるんですけどなんていうアプリなんでしょうねそれねちょっとわかんないんですけどいっぱいでも試したんですいろんなアプリで試したから逆に困惑されたのかもしれないんですけど困惑あのエクセルだったら大丈夫なんですか 大丈夫なんですか?。世の中にはエクセルってアプリがあるんですけど。<laughs> あるんですよ、今。でも、なんか、そのエクセルで打ち込むとかじゃなくて、うん、そのアプリは。うん、あのー、場所を入れて。勝手に計算してくれてって、その、なんていうんですか。ああ<ー>。それも、そう,そ,うそうか、そうか、そうか。そういうアプリなんで、もう、それも含めて、その。アプリを使って送りたいんですけど、うん、楽なんで。 そこはさしょうがないから、<laughs> その、あの、行き先で、あの、ね、運、う、賃、ん、教えてくれる。アプリからエクセルに書き写そうよ。うん、ですよね。うん、<laughs> でも、エクセルすらもう、だ、今、もう紙なんで、うん、もう、そもそもが。<ー>紙で。もしくは、あの、野口さんのお母さんを、あの、自分のお母さんにすれば済むんじゃないですかね。三十<あ>万ぐらいまではどんぶり勘定できる。<laughs> 欲しいですねお母さんにおくたそしたら私のお金はどうなりますか。待ってください。お母さんとお金でお母さんいるお金取ってくださ今。私お母さんはどうなっちゃうんですか。お母さんはどうなっちゃうのお母さんはあのお姉ちゃんが権田さんになるんじゃないですか。そしたら。お姉ちゃん。お姉ちゃん。めっちゃ可愛い。ありありありです。ありなの。ありでした。お かいいらありがとう押しますイコラブさん、押し迷ってたんですけど、押しますイコラブ自体はいろいろ知ってたけど、もイコラブのメンバーも好きなんで、すごい曲も聴いてたんですけど、みんなかわいいんで、押しを迷ってて、押しますなんと最後の最後ではい、でもまだ事務所の方に謝っていただいてない。 そうですね <laughs> またしかもお客さんにやるならできると思うんですけど、あえて事務所に向かって、これ、<laughs> <ー>マネージャーさんに向かって許してにゃんってやっていただくのは可能でしょうか <laughs> えー、ちょっとやですね <laughs> じゃあ、じゃあ会場に向かって、えっと交通費生産の期限をいつも守れなくて、許してにゃ <laughs> <laughs> ありがとうございました。 じゃあこんなことやってるうちにあっという間に9時15分ぐらいになってしまってるということで早いじゃあ最後にあの活動のお知らせをいただきましょうかじゃあ松井さんからでいいですかはいちょっと髪がどっかいったんですけどどっかいっちゃったんですか出しましょうよじゃああの探してる間に他の見つかった人からでも全然いいですよ見つかった順にあゴ権田さんがいけるあけるじゃあ松井さんからいきましょうはいすいませんじゃあ3月29日に新宿でににて 2019シーズン開幕戦が行われまーす<お>はーいこの日はですね、バックバンドを従えてのライブになっているのと<お>元ヤクルトスワローズの川崎健次郎選手が始球式をしに来て<え>くださいます。 あの、神宮球場とかに登場するんじゃなくてのあの川崎健次郎さんがプレイボールズの始球式に来てくださいます、はい、あそうなんですかへえー、そうなんですよは<ー>多分ねこの年代の人たちね好きだよね <laughs> 見抜いてるねー <laughs> はいは<ー>であとその日にあの、プレイボールズサードアルバムも発売されますので皆さん今「O」って言ってたから絶対チェックして 遊びに来てください、よろしくお願いします。で、この時に特典会があるんですね、え、じゃなくて。今日あるの。今日,会で今日あります。あ、今日はない。今日はない。今日はない,なはないんですね。えー、で,<す>でも、ただ、サードアルバム、あの、とりあえず、もう、本当に全部、厳密に野球にのっとった曲しか出てこないので。はい、もう、アルバムとか、僕、めちゃめちゃ楽しみですから、ね。野球の曲しかないんで。本当 <laughs> <う>ないのよ。そう。よく、そこにっていうところ、見つけてきますから、ね。そう,うん、ということで、じゃあ、まあ、こちら。 お願いします。レボルジってみてください。ありがとうございます。では稲垣さんお願いしてもいいですか。はい。えっと3月33。間違えちゃった。間違えちゃった。ごめんなさい。どこの時空であるの？ごめんなさい。3月？3月13日。うん。55枚目シングルのジュワルデイズが発売されます。これはと藤原里乃さんのラストアイラストシングルのラストセンター。 の曲です。ぜひカゲットしてください。ゲットしてください。そして、そして、えっと三月十日に岡山県の小島ボートレース場でミニライブがあるのでよかったら来てください。お、ええ、来てください。地元だよね。はい。ねえ地元でえっとこれはそうなんです。外せライブみたいな感じ？いや。 ちょっと違うんですけどでも初めて地元でイベントに出させていただくのでライブじゃないってことかなライブですミニライブですミニライブでそこには稲垣さんも当然参加するおおやっぱ岡山の人だけで組んだとういうわけではないのかなじゃあないと思うではないと思うお互いの出身確かめてみないと分かんないけどいらっしゃると稲垣さんも稲垣さんはいらっしゃるということでぜひ地元の方は行ってみていただきましょうルー部の方もねいらっしゃると思いますのではい さてじゃあイコールラブはい、はい、えー、もうすぐなんですけどまず一つ目は2月23日24日に銀河劇場でのイベントが行われます、うん、気になった方もしよかったらお越しくださいお待ちしています、ねはい、そして、はい、フィフスのシングル探せダイヤモンドリリーがどうにあ4月24日水曜日に発売が決定しました <laughs> <laughs> はい今、ま、12人で。 あのこれからも上上目指して頑張っていきたいと思っていますので皆様よろしくお願いいたします。そしてあのつい先日ファーストコンサートをさせていただきたいただいたんですけど、それと同じセットリストで透明半ツアーも決定しました。ありがとうございます。<laughs> <laughs> ありがとうございます。まず4月11日木曜日は名古屋ゼップ名古屋にて行われます。そして4月13日土曜日はビッグキャット ビッグキャット、うん、ビッグキャまで言って他のことなかなか。大阪？大阪？大阪,大阪？大阪？のビッグキャット。うんうん、そして4月19日金曜日はゼップ東京にて行われますので、気になった方はもしよ,よろしければお越しください。お待ちしております。<laughs> はい、ありがとうございます。それでは最後アンジュレーブをはいはい。はい あのツアーとかアルバムとかちょっと発表したいんですけどなかなかやらせてもらえなくて告知の時にあんまり口を開かないゴンさん2月22日にえ19時から秋葉カルチャーズ劇場にて単独ライブを、まあ、細々とやってるのです <laughs> 皆さん、ぜひ来てください安い安です <laughs> 来てください。<laughs> いやでもこうやって考えてみると本当に活動規模もねなんかあのフィールドも全然別々の人たちだったんですけどあの皆さん最後までなんかおしを平等にぼしもいると思うんですけど平等にお楽しみいただきまして本当にありがとうございましたありがとうございます、うん、あます、うんうん、じゃあどうじゃ最後感想聞いていきましょうか松井さん面白かった楽しかった面白かったですなかなか喋らせてもらえる機会がないので、うん、いや面白いよね喋ると結構な本当ですかもうさっきのあのこう、ね、医療関係者を怒らせたところとか素晴らしい <laughs> 素晴らしかったと思いますけど、ね。うん、ちょっといっぱい喋れてよかったです。ですありがとうございますあち。ありがとうございましたあま、うん。あの、稲垣さんはいかがだったでしょうか、はい。えっと、トークがちょっと下手だったんですけど。いやずいぶん笑いとってました。あの、たくさんリアクションとってもらったり、あの、助けていただいて、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。うん 今日の話の中に使えるのいっぱいありましたよ。本当、後でちょっと自分で何喋ったか？ちゃんと思い出してみたら、はい、あこれ使えるなってあると思いますよ。はい、まあ思い出せるかどうか問題っていうのも <laughs> あ,ありそうですけど、はい。じゃあ野口さんお願いしていいですか？はいえー、すごい！最初の方、ガチガチに緊張してすごいキョロキョロしてしまったんですけど、この温かい雰囲気の中で、最後の方は緊張をほどけて楽しく過ごすことができました。ありがとうございました。 そうね、最終的に最後ね、<laughs> はい、あの自分でも言うつもりなかったと思うんですけど、謎のプール金が発覚しました。からね <laughs> そ,うそ,うそうですね。あのプール金はちょっとぜひお母さんとよく話し合って、いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、そして、ええー、権田さん、はい、あのポニキャンアイドルクラブも出てもらってましたが、はい、いかがでしたか、第一回目。チキンが美味しく。<laughs> <laughs> ありがとうございました。はい。 ということで、登場していただいたアイドルの皆さんに大きなアクションを送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。マイクその場で置いてって大丈夫です。マイクその場で置いてって大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございました。 あ持ってていいですし持ってっていいですし何なら持ってってもらいますけどね、ええ、まあ大丈夫です自分で持っていきたかったら持ってってくださいありがとうございました <laughs> はいありがとうございいます <laughs>、はい、いや本当にあの皆様ご協力いろいろあの ね、でも今日ね、あのこれ、お客さんが一人ピンチけ混まざってるとアウトなんですよ、このイベント。だけど、素晴らしかったです、ありがとうございました、温かく迎えていただきまして、ね、ねあのー、ねなんかほかにも、この子も押せるなっていう気持ちになっていただけたら、それが一番嬉しいなと思ってるんですがで、このロフトナインアイドルクラブなんですけど、えー、まだあのやります、1か月後の、あのー、開催はもう決まってて、えー、3月の18日の月曜日。 今日、ね、ここに来てる人は月曜に来れる人だから一番いいお,ちお伝えの感じですがでまだ何にもあの言ってなかったんですけど出演者は今日言えるだけちょっと発表させていただきたいというふうに思っておりまして、えー、ポニキャンアイドルクラブ出てくれたんですが、あのー、声優さんやりながらアイドルもやっているエルフィンというグループがあるんですけどエルフィンから辻美優さんがマジか、ね、見てる人だけわかるでしょあの強烈なキャラクターポニカンアイドルクラブ以外ではほぼ観測できなかった。 アイドルなんですけどその辻美優さん、そして、えー、僕が今勝手に押してるがゆえに絶対直球女子プレイボールズ、もう一回今度は篠塚つぐみさんが、はい、来てくれるんですが本来しゃべるの篠塚さんですよね、本来そして、えー、マジカルパンチライン、えー、から、えー、あのザ・平均値、沖口優奈ちゃんがす、はい、すごいです偏差値50の格好、中くらいの成績で出たというですね <laughs> 小口優奈さん、えー、そしてあと、えー、ワースターの坂本葉月ちゃんが。 はいえー、来てくれるというところまで決まっててあと1人か2人増やしたいなと思ってるんですが、えー、その辺が決まったな今公式ツイッターあの始めましたのでそこから情報を出しますでチケットの、えー、発売日だったりとかも、えー、そこで発表させていただきたいと思いますのでぜひ、えー、ぜひ公式ツイッターフォローしていただきたいというふうに思っておりますではあのすみません僕あの趣味で始めたんですけどやっぱめちゃめちゃ楽しかったのですみませんまたやりたいです、えー、ぜひ飲食のご協力とかこれがこのあとまだ大丈夫ですよね お店的何時までとかあります ?10 時ぐらいまであ10時ぐらいまでってことなんでここからはお酒大丈夫とかあそこは切り替えられない切り替えられないそうでございますねすいません残念ですけどもう少しちょっとあの何か追加していただけると、えー、嬉しかったりします本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございました司会進行日本放送吉田優さんありがとうございました <laughs> よかったらこの後の生放送とかも聞いてくださいお願いします